皆様こんばんは。こちら北海道の函館競輪場です。開催の3日目を迎えております。本シリーズもミッドナイト競輪です。 F2 オール A 級戦、今日3日目最終日、この後終盤のレースで決勝戦が組まれています。全部で9レース、どうぞ各レースの熱戦ご期待ください。ではまずこの時間バンクのコンディション見ておきます。天候は曇りですが、風が日中今日はかなり強く吹いておりました。まだこの時間若干風はあるようですが、昼間ほどの強さではないという感じです。そして風向きがバック向かい風、北風が吹いております。まあ、少しまあ冷たい風になっていまして、気温も9度、10度を下回っております。天候は曇り、おおむねバンクの方では4コーナーから2コーナーへという流れで北西の風という風になっています。この後も随時バンクのコンディション、特に風向きも注意しながら各レースをお伝えしていきます。では放送席をご紹介いたします。皆様こんばんは。私が実況放送を担当しております池田牧人です。そしてスタジオにはスポーツ報知競輪評論家の藤巻昇さんです。今夜もよろしくお願いします。今井さん、マイク入ってらっしゃいますでしょうか。はい、よろしくお願いします。お相手は藤巻さんですけれども、さあ今回祭はこちらミッドナイトの F2 競輪アプリやウィンチケット杯となっていまして、前回と今回続けてミッドナイトなんですけれども、まだまだあの夜は気温も下がってきますよね。そうですね、今日はちょっと寒いですね。花冷えの函館、もうちょうどもう桜満開で今週末は見頃を迎えるという感じなんですが、ただ日中今日結構風強かったですよね。風がねすごかったですね。今の時点ではだんだん収まってはきているんですけども、かなりその咲いた桜がもう飛び散るかというぐらいの強い風だったんですけども、飛び散ってるところもあるね。ですのでちょっとその風が夜この時間帯も影響がなければいいという感じなんですが、まあ、その辺も見ていきたいという今日の最終日です。さあ今日メインは決勝戦、チャレンジも A 級の 1、2班も楽しみですね。はい、後ほどあの時給その辺もチェックをお願いしたいと思います。ではまずはこの時間今回祭の各種ご案内インフォメーションは画面にて少し触れておきます。どうぞ。こちら今日の各レースの時間が出ました。本節はこちら1レース20時50分スタートで、その後20分おきにどんどんレースが進んでいきます。決勝戦はまず8レースチャレンジ23時10分スタート、最終9レース A 級決勝戦、こちらは23時30分。今回のミッドナイトは最終レースが夜11時半ですので、夜遅い時間ですが今日の終盤戦決勝戦までよろしくお付き合いください。では続いては今回祭このウィンチケットでたくさんご投票ご参加ください。キャンペーンを行っています。総額50万円分ということで、こちら連日ご案内していますが、ぜひ今回祭はそのウィンチケットの冠もついています。ウィンチケットからのこの今回ミッドナイト、どんどんご参加をいただきたいと思います。詳しい内容はこのウィンチケットのホームページでもご案内しています。続いて視聴者プレゼントもウィンチケットのグッズをご用意しています。 A 賞と B 賞あるんですが、ご覧のグッズウィンチケットオリジナルグッズを差し上げます。抽選で10名様です。この後放送の中でキーワードが出ますので、視聴者プレゼントはホームページからご参加ください。この後番組の中でキーワード出ますので、まあ、今夜12時まで、まあ、日付変わるまで受付をしているという状況ですので、またこちらも後ほどご案内いたします。さあ今日の各レースの時間、プレゼントやキャンペーンのご案内をしてまいりました。そして今日はメイン競争決勝戦チャレンジの決勝が8レースとご紹介しました。そして最終の9レースは A 級 1,2 半戦の決勝、どちらも楽しみなメンバーが揃っていますが、この時間ちょっと前予想ではないんですけれども、その決勝レースを少しメンバーもご紹介したいと思います。順番にチャレンジ決勝、そして A 級決勝と、まあ、昨日のレースもご紹介しながら今日の決勝をこの後少し、まあ、チェックしていきます。まずは前半チャレンジ準決勝、昨日のレースをご紹介した後、今日の8レースのメンバーを少し見ていきたいと思います。ではレースの方どうぞ。先行は2番中山ひろと、後ろもつれていまして最終周回です。内
内側1番の松田雄一が回っていますが、外で食らいついて3番の森田達也がこらえていますけども、ここは森田苦しくなって交代、番手キープ1番下の松田雄一です。最終バックを通過、まだ3番手以下は混戦模様です。6番吉田雄一を絡んでいますが、4番河野純吾も踏んできている。先頭は2番中山博人、1番下は松田雄一、人気の関東勢直線コース。さあ2番の中山先頭粘って1番下松田と4番の河野、最後は接戦のようです。ここは構えたのか、まくりに回って5番手から行きそうです。1番の照井力斗、残り1周です。主導権は関東勢。さあ行って2番の小坂城、4番の黒田、5番天沼、6番の木村、これ後ろから1番の照井力斗が一気にまくり返す。最終バック、後ろ3番杉浦光一も食らいついていますけれども、さあ1番の照井が迫ってくる、逃げ粘る2番の小坂城ですが、さあ捉えていくか、1番の照井力斗が前、ここは最後は捉え切って先頭に変わってゴール。その後は2番の小坂城、力勝負は照井と小坂、その後は混戦です。さあまずこの時間は昨日の2日目チャレンジの準決勝をご紹介しまして、8レースにはご覧の7選手が勝ち上がってきています。まあ、少し今日の決勝レースをこの時間見ていきたいと思いますが、お相手は藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。まずこの8レースは今日の注目121期の新鋭が3選手勝ち上がってきましたね。はい。でその3人にそれぞれラインができそうなんですけれども、照井選手と中山選手が2連勝で来ましたね。はい。ただ4番の大阪選手も2着ですが粘り強いという印象があるんですが、そうね、ペースも上手だしね。そして決め足のあるまくりも打てる2番松田選手が番手を回るという、まあ、この連携もチェックしたいですね。そうだね、ここもちょっと強力だな。大阪松田は茨城のコンビで、まあ、連携となっていくんですが、まあ、そこに、まあ、6番の黒田充選手も続きそうですね。はい。北関東で茨城栃木で4番、うん、2番6番というラインができそうです。そして1番の照井力斗の後ろ、まあ、北日本勢1社になりましたからね。はい。あの5番の河野純吾選手がつけそうですね。うん。河野選手も昨日は準決勝まくり気味に踏んできてましたが、いい足持ってますね。そうですね。照井選手がなんかあの強さが光るんですが、どんな印象でしょうかね。本当レースもうまいし落ち着き、まあ、余裕もあるように感じますが、まあ、力もあるな。あの昨日ね、地元の杉浦選手も連れ込んでほしかったなと思いましたけれども、あれだけ強かったらもうちょっと早く行ってもよかったね。そうですか。うん。最後に前を捉えた照井力斗ではあったんですが、マークした地元のベテラン杉浦浩一選手は準決勝突破ならずというレースでした。さあそして3番中山博人選手、まあ、この人も力強いんですが、はい、埼玉中山の後ろには同じ埼玉で7番天沼選手がつけるんです ね、うん、ね。まあ、以前は北海道にいた選手です。うん。天沼選手もしぶとく準決勝突破してきましたね。そうですね。今はもう埼玉に移ってきていますけども、うん、埼玉同士で3番7番というラインができそうです。さあチャレンジ決勝は若手の力勝負になりがちなんですけれども、どのように藤巻さん今の時点ではご覧になってますか。やっぱり照井が、ね、力上だし、一枚上と見てらっしゃいますか。まあ、今日は気楽に走れるからね。そうですね、後ろのことは気にせずに自分だけのレースでもいいわけですね。ですから新人はそういう時に力がね、ちょっとプラスアルファになりますよね。対する中山大阪といて同期の3人121期の3人ともいずれ、まあ、この後来季ですね A 級2班に上がっていきますんでね、うん、まあ、どんどん強くなって S 級までっていうレースをしてほしいですね。そうですね。で対して S 級に元いたのは2番松田雄一選手が実績ではもう1番なんですけれども、うん、やっぱり予選の強さもあってまくりの足持ってるのは強みですね。そうですね。で今日は茨城の後輩小坂城の後ろを回れるのは、うん、これはチャンスと見てもいいのかもしれませんが、ね、今回追加で、まあ、急な日程ですが来てくれた松田雄一、もともとこの函館バンクは得意ですもんね、松田選手。はい。そのあたりも小坂城との連携がうまくいくかどうか、うん、あとまあこのバンクで優勝と言いますと、まあ、古くは6番黒田選手も、まあ、デビュー初勝利や初優勝もこのバンクだったそうですけれども、うん、あとあの121期の3人ともあのたまたまなんでしょうけども、この3人とも去年7月にこのバンクで初勝利を挙げて今回参加なんですよ。うん、でもね、ここで、うん、まあ、チャレンジの、ね、はい、メインだもんね。そうですね。まあ、以前からこの函館バンクで活躍した選手は強くなると、うん、まあ、神山雄一郎選手とか伏見選手とか、ね、そういう時代はありましたけども、なんかそういうふうにここをきっかけに羽ばたいていってほしいですよね。そうですね。
我々もそういうなんか応援に力が入りますんでね、うん、まあ、そういう中で照井、中山、大阪と、まあ、去年このバンクで自身初の、まあ、競輪選手になっての初の1着って印象深いですからね、はい、そういうあたりで3位大きなレースをしてほしいという感じです。ちょっとなんかもうメンバー見ただけなんか激戦になりそうな感じが、ね、うん、しますけども、ね、また後ほどこの辺じっくりと見ていきたいと思います。さあでは続いては最終9レースの A 級決勝戦を見ていきますが、まずこちらも昨日の2日目の A 級準決勝3つをご紹介して最終9レースこの後チェックしていきます。ではレースの方どうぞ。一方の3番佐藤龍太は構えて後方からまくるレースになっています。6番地元森田浩二が中段からのレース、森田が先にまくっていくでしょうか。最終2コーナーへ主導権関東勢、前3人関東を行っていますが、最終バック2番の小池千秋、5番の大橋徹、後ろからはさあ6番の森田浩二が発進、ちょっと3番の佐藤龍太は厳しい切り替え、今2番藤が迫ってくるんですが、2番の小池千秋先頭、直線越し捉え切ったのが森田浩二、地元森田が先頭で合流、4番は金沢浩二、北日本勢です。今この時点で1番の土屋雅人は後方6番手、じっくり構えて土屋まくり返すレースとなっていきそうです。中段からは大阪の2人、5番中井、7番の山村が回っていまして、果敢にいっている3番は広田敦史、三重の広田が先行して、これを後方から6番手から1番の土屋がまくってきました。最終バックを通過、さあ土屋雅人が迫ってきますけども、逃げ粘っている3番の広田敦史、広田が粘って土屋ちょっと厳しいか、番手4番は清水宏之、粘る中部勢、3番の広田粘り込んで4馬車、清水宏之、ベテランの清水が差し込んできました。打賞4コーナー、後藤優一気に来ました。前6番の増田俊明も踏んでいくんですが、もう1番の後藤が出切ってきました。出足強烈な後藤優、主導権取って後ろはしっかりと追っていく、3番の丸山隆秀と7番の赤塚優と北日本の3人で、これはもう決まっていくでしょうか。最終バックを通過、6番の増田が中段、一方2番の増田大は後方で苦しいもがいている。3コーナーから4コーナーへ、1番の後藤優先頭、番手食らいつく3番は丸山隆秀、直線1番の後藤優先頭振り切ってゴール、並んだ通り3番は丸山、7番の赤塚を連れ込んでいます。本日の最終9レースが A 級の決勝戦です。昨日の準決勝を経てご覧の7選手勝ち上がっております。さあスタジオには藤巻昇さんですが、この A 級決勝もメンバーいい感じですよね。はい、今回特選メンバーが3人だけになっています。それだけ予選のメンバーもいいレースをした感じなんですね。そうですね、このうちの内枠の3選手が特選スタートなんですが、予選からいい動きというのが、まあ、広田敦史であり地元の森田浩二ですよね。そうですね、特に連勝で勝ち上がったのが森田選手、今回地元戦非常にいいんじゃないですか。はい、まあ、本人はここまで来て上出来とおっしゃってたそうなんですけれども、元々、ね、強かったからね。そうですよ、ですからここでもう一丁、ね、優勝を狙ってほしいんですが、うん、私ちょっとチェックしましたら、森田浩二選手地元優勝もし今日なれば15年ぶりらしいんですよ。うん、あ、やっぱり15年ぐらい前強かったね。そうなんですよ、デビューしてすぐ、ね、どんどん勝って S 級にも行ってましたけども、2008年に地元優勝が2回あったらしいんですね。うん、そこから長らく地元では優勝がない状況が続いてまして、うん、で去年久々に小倉でしかね、優勝があって、それ自体も10年ぶりだったそうなんですね、優勝が。うんうん、だから地元でこれ勝てば本当に久々になるという、うん、でもこれ今日チャンスありますよね。いや、うん、ね、1番の後藤優選手の番手を回るというレースになりそうです。はい、僕の予想はもうそっちですね。じゃあ後ほどまたね、そのレースの時に藤巻さんの注目どころ、狙い目もご紹介しますが、はい、ただ後藤優が強いレースをしていまして、昨日なんかも完勝でしたもんね。いや、なんか北日本がね、4社が、うん、なんか丸山がすごい同期でしょ、森田浩二と ね折り合ったわけですね。もう、いや、いいやつなんだよね、やっぱりお膳立てをして義理人情がもう素晴らしい。そうそう、なんか金沢選手でも以前世話になったんで4番手でいいよと言ったそうですね。うん、金沢兄弟にね、そうなってるからということで、ですから1番後藤で7番森田が番手を回って3番手で4番金沢選手、うん、でさらに2番丸山選手、点数もあって来季 S 級の選手なんですが折り合うという、同じ支部だしね、本当はね1番2番でね、番手主張してもいいんでしょうけども、丸山選手ね、それだけ聞いてもなんかいい選手ですよね。本当に、なんかごっついんだよね、見た感じ。まあ、これがいずれまた丸山選手にいい風にね帰ってきてほしいですけれども、ここではなんか怖い怖い感じするんだけど、そう雰囲気はね、俺優しいんだね。いや、なんかその競輪いろんなね人のねつながりありますんでね、
後藤優の後ろに地元森田浩二、優勝を狙って番手を回るというのが、まあ、同期である2番丸山選手の思いなのかもしれませんが、さあそう簡単にはいかない、もちろん相手ありますんでね、まあ簡単にはいかないだろうけど、その気持ちをがっつり受け止めてね、そうですよね、いると力の自分の力のが 2割3割、そうですよ、ね、倍ぐらい出るから、うん、ね、それを期待しますね、地元でしかもその思いを背負って5割増しなるかどうか、1742という順で並びそうなんですが、さあ対する方もラインできまして、小池千秋のところに中部勢加わっていくんですね。そうなんですね、3番5番6番でラインができそうです。これまたうまく連携すれば非常に怖いという感じなんですが、若い選手だからね、はいはい、あの地域あまり関係なく戦うでしょうけどね、うん、後ろつけてもらったからには栃木の小池選手も頑張ると、うん、その小池の番手の5番広田敦選手が逃げて力強い、まあ、予選は粘り強いまくり打ってましたけども、うん、広田選手もそのねうまい連携を見せてほしいなという感じなんですが、うん、そして6番の清水選手が56歳、この年齢で A 級の上位で決勝まで来ていますよ。いや初日ね、うん、離れてどうかと思いましたが、うん、ちょっとあれかなと思ったら昨日、ね、準決勝すごいねやっぱりね、広田を指しての準決勝1着で決勝に来ました。気合いなんだろうな、うん、あの57期というと坂本勉さんと同期ですよね、うん、長らく頑張ってらっしゃる清水博之選手なんですが、直前の四日市ナイターも良かったですからね、ね、そこから、まあ、準優勝で四日市を走って今回またいい感じで決勝まで来ましたので、うん、素晴らしいよ ね、あの若手選手目立ちますがベテラン選手も頑張っているぞという開催になっています。これ小池うまくかければ広田と清水となれば北日本勢もね、ヒヤッとする展開もあるかもしれませんからね、うん、北日本勢対相手の方は栃木の小池に中部勢、うん、三重広田愛知の清水で356という並びになっていきそうです。さあこの時間は今日のメイン競争です。2つの決勝レースを見ていきました。また当該レースではじっくりと各レース見ていきたいと思いますが、簡単に決勝メンバー2つチェックをしてきました。さあそして今日も各レース地元の予想紙、こちらオール競輪新聞、この予想紙の印予想などもチェックしてください。ミッドナイトはこの地元専門紙プラス藤巻さんにも狙い目出していただいてますのでご参考にしてください。ちょっとこの時間1レースの選手紹介までの時間なんですが、ハガキをちょっとご紹介したいんですけれども、はい、私があのいつも勝手にやっています、あの一つどうですかというコーナーでプレゼント募集の際にメッセージもあの頂戴しているんですけれども、このわがきの中で藤巻さんへの質問が来てまして、ちょっとお答えいただきたいんですけれども、うん、愛知県豊川市の方です。バンクネームじゅんじゅんさんから、このじゅんじゅんさんはあのロードバイクに普段乗ってらっしゃるそうなんですね、うん、で競輪も機材にも興味がありますと、でそこで藤巻さんに質問がありますということなんですけれども、あの生涯で現役の頃に何本ぐらいフレームを作られたんでしょうかと、でメーカーはどこでしたかというご質問なんですが、覚えてらっしゃいますか。いや、ね、年間5台として約40年だから ね、はい、ね、何百本ということですか。はいはい、じゃあ結構あのシーズンによっても試行錯誤しながら変えて試し乗りって感じなんですか。いや落車多いしね。まあ落車したらほとんど壊れちゃうからね、まあ、今とはちょっと時代も違いますけども、うん、その年間その数ってのは他の方もそういう感じの本数なんですか。いや皆さん年間上位の時はもう 5,6 台は普通だったね、うん、まあ、今も、もちろんフレームっていうのは皆さんね考えながらレースに応じてやってるんでしょうけど、うん、まあ、今ね値段かなり高いですからね。そうでしょうね。あとあのメーカーってどこだったんですか。いろんなもう今はないんですけどね、はいはい、エバレスとかね、でもう普通の自転車の4、5倍ぐらいしたサミュエルっていうね、ああ、ダイヤモンドサミュエルっていう、うん、あの はい、刀を作る。わかりました。来ましたね。はい、はい、またちょっとじゅんじゅんさんまたお答えします。紹介中の出場選手および戦闘員は出走表の通りでございます。さあバンクでは第一レースの選手紹介が始まります。開催3日目、今日最終日です。まずは第一レースチャレンジの一般戦、選手が登場してきております。ではその並びを見ていきますが、まず1番2番4番です。南関東勢並んでいくようです。里見光平、吉武勇樹、岡崎光一です。
そしてこちらは7番、5番、3番、6番、合計4人のラインです。地元藪下直樹、佐藤翔吾つけて3番、戸部博信、小林隆、北日本勢と関東で4人のラインとなったようです。第1レースチャレンジ一般戦、ライン2つです。1番の後ろ、2番、4番、7番の後ろは5番、3番、6番の順での4車となっていました。第1レースはこの後発走予定時刻20時50分です。では第1レースから順に見てまいります。この開催今日3日目最終日です。まずは A 級のチャレンジ一般戦、ご覧のメンバーで行われます。そしてこちら選手データも少し見ておきます。昨日から補充出走で参加、千葉の里見光平選手力上位です。バック本数9、対しまして地元の北海道の藪下直樹選手バック12本、連日先行での勝負となっています。さあ今日も全レース、スタジオには藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。まず1レースは里見光平対藪下直樹での2分戦ですね。そうですよね。里見が200勝になるか。そう、勝てば200勝なんです ね。ただ藪下選手も今回地元でしっかり先行はしてますね。藪下評価上げましたね。そうですか、特に昨日一般戦なんかはうまくペースを握って粘りましたもんね。はい。ただ一方の里見選手も昨日はしっかり逃げて後ろの選手を引き出しているという、はい、ちゃんと役目を果たしたレースになってますが、ただ今日は一番里見選手自身が勝てるかどうかというその期待のオッズになってます ね。同じ千葉同士で2番の吉武勇樹選手との1番2番、この折り返し2112というところが人気になっています。ラインでは4番岡崎光一選手も続きまして、3連単ですとその南関東の3人で人気が集まるという状況です。さあ1番里見選手補充出走ではあるんですが、ただ来季 A 級2班、このメンバーの中ではやはり力強いと見るべきですね。そうですよね。このバンクでかつて A 級の上位戦でも優勝があるという里見、ただ今回の7番藪下直樹選手は地元でなかなか気配はいい感じですんでね。そうですね。どういう抵抗をしていきましょう。やっぱり藪下選手先行した方が持ち味生きると思いますが、藪下先行には燃えてるから ね。そうなった場合里見選手がどう対するかというところなんですが、里見もね、200勝のためにこのレース走って、走ると思ってるかもしれないしね。あ、そうですね、今回199勝で急遽昨日から補充出走できてくれた里見、かつてこのバンク5年前の A 級優勝は6番車でまくり鮮やかにという優勝だったんですが、さあ吉武と岡崎光一、追走岡崎選手も来季は A 級2班に上がるという選手です。さあこれ番手の吉武勇樹選手もチャンスという感じのオッズになりまして、里見選手が逃げればこれ番手有利に2番選手ですよね。まあ里見選手は今日は1着狙ってくるだろうね。となれば地元藪下相手にどう考えていくか、一方藪下ラインですと5番佐藤翔吾選手、こちら番手回り、この人も縦の足は持ってますよ。いや彼は、ね、力あります。ただね、なんつうんだろう、おっとりしてるってのがね、藪下マーク佐藤翔吾してるのが、ね、はい。まあ、こちらも番手回りっていうのはまあ無視できないという結束になります。そして3番下は戸部博信、戸部選手昨日は藪下ラインしっかり追って3着に入ってますね。はい。やっぱりああいう展開だと食らいついてきますね、戸部選手も、ね、やっぱりダッシュがちょっと、ね、きつくなってるんで、そうです、予選のようなまくりになるとちょっと追走は大変なんですが、行ってくれるとしっかりと追ってきてラインでの競争になっています。ね、あとはその後ろ小林隆選手も加えて3番と6番、関東勢が7番5番の北日本勢とともに、ラインができたという状況です。そして今日バンクコンディションがバック向かい風、北風が吹いてまして、この風向きはどういう風に見たらよろしいですか。やっぱり先行よりもまくりの方がね。ああ、そうですか。よりだよね。だんだんこの後は夏の風になるとバック追い風が多くなってくるんですが、これ春先とか冬前の風ですもんね。もう冬の風って言ってもいいかもしれないね。冷たい もうちょっと、はい、あれかな、向かいになればってことかな、はい、バックが。まあ、風速2メートルとなっています。まあ、この時間も若干風はありますが、昼間ほど強くはないのはまあ幸いではありますけれども、そういう中で里見光平と藪下直樹、まあ、両者先行持ち味ですが、ただまくりも強いというのは1番の里見選手の方です。勝てば通算200勝をこのレースで決めていけるかどうかという千葉里見、この人がまあ人気の中心ではなかろうかという感じですが、
ではこの後は画面も変えていきながらピックアップ選手そして予想へと移ります。こちらが千葉の99期里見光平選手です。来季はまた A 級の2班へと上がっていきますが近況1着も多いですからね。はい、ですので今日はチャンスだという感じです。昨日は里見選手が頑張って番手を回った小林悟選手でしたもんね。はい、60歳の選手の1着があって、ね、里見選手今日は自身が勝つレースとなるんでしょうか。相手は地元の自力タイプです。藤巻さんの、まあ、孫弟子とも言っていい藪下直樹選手ですので、はい、まあ、今回は本当に予選から昨日の一般戦もしっかりと、まあ、逃げてますんで ね、で簡単にまくらせず予選でもそんなに負けてませんし昨日なんかはもうラインで決めてましたからね、うん、あれ見るとやっぱり吉田選手地元ではいい走り今日もという期待になります。さあ画面オール競輪新聞の予想です。1番2番まずは人気が示すところ千葉コンビになります。里見と吉武その後が5番の佐藤です。宮城の佐藤翔子選手は別線の番手を回る選手そして7番の藪下3番の戸部まで印がついています。1番2番この千葉コンビの折り返しからという風になっていて3連単だと4番の岡崎選手3番手回りあるいは5番の佐藤選手への絡みで、まあ、3連単は1番2番の折り返しの千葉コンビから4番岡崎か5番の佐藤かという組み合わせが上位になっています。では続いてはスタジオにいらっしゃいます藤巻昇さんに狙い目を出していただきます。はい、お5番の佐藤翔吾選手ですね、うん、これ藪下の頑張りなんだけどね。はい、格上のね、里見に挑戦っていう感じですね、うん、はい、今回地元で動きは悪くない藪下直樹、うん、そこに乗っていくのが5番佐藤翔吾です。まあ、佐藤がしっかり番手生かす展開となるかどうか。まず一番上の方はラインの5-7ですよね。で2番目は別線の1番里見光平選手との絡みです、はい、まあ、ライン違いですが1番5番5番1番折り返し、うん、ここはちょっとライン違いですので注目は必要ですが5番2番こちらは番手同士の組み合わせになりますね。まあ、これも要チェックは佐藤翔吾と吉武勇気です。ただオッズを見ていますと、まあ、ラインで千葉コンビではないかというところがまずは、まあ、上位の評価になります。藤巻さんは別線の方で、まあ、北日本勢の連携からの宮城佐藤翔吾選手5番選手からというふうになります。あの昨日2日目は結構ラインで決まってましたよね。はい、初日以上に、まあ、昨日はもうほとんどの競争が、うん、まあ、ライン決着になっています。ね、ですのでまずやはり競輪の基本は並び、まあ、ラインをしっかり見てとなるんですが、うん、まして今日のこの1レースは北日本ラインの方が関東勢加わって4人ですので、ね、そこをうまく活かせればという競争ですね。うん、まあ、それでも力任せに里見選手の方が強いという見方をされていまして上位の人気なんですが、まあ、地元藪下頑張る競争に勝てば200勝の里見光平相手というところでこれ1レースからちょっとあの注目したいメンバーになってますね。はい、一般戦ですがこれ楽しみなメンバーになります。さあではラストもう一つ狙い目見ておきます。お1レースは1点勝負でいかがでしょうかとなりましたが3連単1番2番そして5番です。まずは人気千葉勢は里見が押し切ってマークの吉武で別線の5番車佐藤翔吾3着で狙ってみてはというふうに出ています。1番2番5番今これは3番人気ぐらいのオッズになってますがこれを1点勝負でどうかということでご紹介しました。まずは3日目最終日第1レース見ていきました。 A 級のチャレンジ一般戦です。この後発走予定時刻は20時50分です。
まもなく第一レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。今回もミッドナイト競輪 F2 の開催です。競輪アプリはウィンチケット杯、その最終日、今夜この後決勝戦をメインにレースが行われます。では今日最終日、この後登場します地元北海道の選手を少しご紹介したいと思いますが、まあ今日の3日目ですが、この後5選手登場という地元勢であります。さあこちらの5人、この後登場順にご紹介しますと、1レースから藪下直樹選手、そして杉浦浩一選手と小田切義嗣選手、後半に入りますと昨日から補充参戦竹内優也選手、今日はどういった競争をしますか。そしてラスト最終レースの決勝戦には森田浩二選手が今回2連勝で勝ち上がっています。先週の開幕戦は地元荒沢隆選手が決勝戦でも奮闘したんですが、今節は森田浩二選手、今日の最終レースご注目ください。地元から決勝戦へと進んでおります。この5人の選手、地元北海道勢、どういったレースになるか、今日この後全9レースのうち5選手、地元の選手が走るという競争です。ではこの後は第1レースメンバーがバンクに登場してきたようです。この後は実況でお伝えします。開催3日目最終日、これから競争が始まっていきます。北海道の函館競輪場です。ミッドナイト競輪の F2、 競輪アプリはウィンチケット杯。まず第1レースは A 級のチャレンジ一般戦です。対戦メンバーがスタート地点に集まってまいりました。まずは一般競争では、その対戦メンバーをご紹介いたします。1番千葉の里見光平、2番も千葉の吉武勇樹、3番茨城の戸部博信、4番神奈川の岡崎光一、5番宮城の佐藤翔吾、6番東京の小林隆、7番地元北海道の藪下直樹、以上のメンバーの対戦です。開催3日目最終日の競争です。まずは第1レース A 級チャレンジ一般戦。このレース距離は1625メートル、バンク4周回、先頭誘導員は浦崎隆選手です。発走いたします。各選手が構えていきます。号砲が鳴りました。第1レース A 級チャレンジ一般戦スタートです。まずは1番里見光平が出ました。その後5番は佐藤翔吾、そこをかわしていこうという2番吉武勇樹です。3番戸部博信、あと後ろからは4番の岡崎光一も上がってきました。南関東勢が前から行きそうです。そして7番の藪下直樹、その番手追走が5番佐藤翔吾、あとは3番戸部博信と6番小林隆です。この競争ライン2つに分かれていくようです。前から行くのが1番里見、後ろからが7番の藪下です。競争は2周回目に入っています。まず前からは1番里見光平、来季はまた A 級2班に上がる千葉の里見、今回祭は昨日から補充出走での参加、まあ、昨日は先行して後ろの選手が1着でしたが、今日はこの里見自身が勝てるかどうか、勝てば通算200勝という1番里見、番手周りは千葉コンビで2番吉武勇樹です。その後ろ4番岡崎光一が続いていまして、後ろから7番藪下直樹がゆっくりと上がってきました。残りは2周回です。地元北海道は藪下直樹、連日先行勝負、昨日はよく粘ってラインで決めていましたが、さあ一旦抑えて1番は里見光平下げました。下げた位置は5番手となりそうです。北日本勢プラス関東勢で前4人と変わりまして、今打勝です。
7番藪下直樹がペースを握っています。ライン2分線、1番里見光平を睨んで自分のペースに持ち込んでいこうとしています。1番里見はここは後方からまくりに構えたようです。千葉勢は里見と吉武人気上位、残り1周切りました。7番の藪下直樹、今日も地元戦先行で勝負です。番手5番は佐藤翔吾、3番戸部が追走、6番の小林、さあこれを後方から1番里見光平が5番手からまくりはどうでしょうか。3コーナー過ぎ、ようやくまくってくる里見ですが、前も粘る7番車藪下直樹、番手絶好は5番車佐藤翔吾です。直線コース、最後はどうか、5番の佐藤翔吾差し交わして終わり、粘った7番車藪下直樹、あとは3番戸部博信、先手ラインで決まったか。1レースの A 級チャレンジの一般戦、番手絶好5番車佐藤翔吾でした。7番藪下が今日も粘り強く逃げて別線の1番車里見をまくらせませんでした。里見光平は3コーナー過ぎからようやくラストスパートではあったんですが、これは苦しく結果前に行った選手よく粘り込んでいます。5番佐藤翔吾、7番藪下直樹、そのライン続いてきた3番の戸部も上位入っています。ラインの決着は5番7番3番という順で上位3人入っている模様です。この後の決定放送はもうしばらくお待ちください。ただいまより第2レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。決定、1着5番、2着7番、3着3番。バンクでは次の第2レースの選手紹介が始まっております。まずは5番、1番、7番、北日本勢3人まとまったようです。本間蓮、森田達也、長田明人です。6番車は1人で走っています、東京の清水義康です。そして2番、4番、3番、南関東勢も3人、山本潤、出口正弘、田中智也の順で並んでいくようです。第2レースラインが2つになっていました。5番の後ろが1番、7番、6番選手は位置がちょっとはっきりしませんでした。2番の後ろが4番3番という並びになりそうです。第2レースチャレンジの一般戦、この後発走予定時刻は21時10分です。では第1レースの決定です。 A 級チャレンジ一般戦、1着5番佐藤翔吾、2着7番藪下直樹、3着3番戸部博信。払い戻し金二社単は5番から7番960円、3番人気、3連単は5番7番3番の組み合わせ1770円、5番人気、その他はご覧の通りとなっております。では次の第2レースを見てまいります。2レースもチャレンジの一般戦です。ご覧のメンバーで行われます。こちら選手データです。動いていく選手は2番山本潤、バック本数は4、対するは5番車本間蓮、こちらバック本数は3、まともに逃げの決まり手は近況をついているようです。さあスタジオには藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。まずは1レースは藪下選手、今日も逃げ粘りましたね。いや藪下よく頑張ったね、で番手を生かして佐藤翔吾選手、もう展開は絶好だったですね。まあ佐藤翔吾もね一本目の男だから、2人気が合うんだろうね、こうね。おお、そうですか、ね、いい連携だったですね。いい連携だったね、佐藤と藪下にその戸部選手も続いてきましたんでね、昨日同様藪下はラインで決める競争をしたということになりました。まあこれ今後につなげてほしいですね。そうですね。さあ続いて2レースなんですが、ここは徹底先行ではない2人、山本と本間、2番と5番両者が前を回る競争ですね。そうですね。どんなレースになりそうでしょうか。まあこれはね、本間徹底先行じゃないと言っても、普通に先行しますからね。で後ろが1番の森田達也選手、これはもうチャンスですね。森田はね、昨日も先手取りに行って、はい、まあ取りに取られ取らせてもらえないからね、
番手でかなり頑張ってたけどね、はい、まあ、今日は番手ですので、うん、昨日よりも有利にレースを運べるかという感じです、うん、ね、まあ、本来森田選手は準決勝突破して決勝まで行く選手ですからね。そうですよね。今回まさかの一般戦回りになってしまっただけに、これはもうしっかり人気通り一番下からと行きたい、まあ、そんなレースになっています、はい、本間蓮選手も気配は悪くないですよね。いいですよね、うん、昨日なんかも最後いい足で来てましたし、うん、まあ、スッと引いてね、はい、まくってって2着ですからね。ですがまずラインで福島の差し目1番から5番が 3.7 倍1番人気になっています。そのラインでは7番車の長田明人選手も続いていくようです、うん、これに対しての別戦南関東勢も3人なんですが、うん、2番の山本潤選手はどうでしょうかね。まあ昨日は矢部さんにね、はい、うまくやられてしまいましたね。やられるよね今日、はい、あれぐらい走れば ね、 ね、うん、で今日は本間蓮選手との2分戦になりました、うん、ただ山本選手も3連対率結構高いですし3日間ね、大きな着で終えたくないですからね、うん、そうね、最終日は結構来てるよね。そういうレースを見れば当然要注目です、うん、神奈川山本潤の後ろ4番出口正弘が番手になるようです、ね、出口選手、ね、かつては、ね、タイトルホルダーだからね、オールスター競輪ですか、うん、ね、その優勝がありますが2番4番と神奈川勢が連携をしてその3番手で3番の田中智也選手になります。まあ、南関東勢もラインとしますと2番4番こちらの組み合わせ、まあ、人気としては上位の方になりますけれども、ただまずは北日本勢で番手で森田選手が回るってのはこれ大きいみたいですね、うん、森田達也今季連帯率6割を超えていまして予選の強さも、まあ、印象残ってますんでね、はい、ただ昨日準決勝は行かざるを得ない展開、まあ、流れライン構成だったとも言えるんですけど、メンバーはね自分でやらなきゃいけないメンバーだったらね、そうそう、ちょっと返そうだったね、はい、まあ、大きな着になってしまって今日は一般戦での登場となった森田です、うん、さあここは本間蓮と森田達也しっかりと決めていけるかという、うん、まあ、17も含めてこれは森田選手から3番手もある長田選手も含めて17も結構な上位人気になっています、うん、まあ、本間がね早めに行ってっていうことでしょうね、そこも十分加味して3連単は157あるいは175というところで人気になってきています。ではこの後は画面を変えてピックアップ選手をご紹介します。その森田達也選手が出ていますが来季は A 級2班にまた上がってきます、まあ、予選連勝中で今回も1着スタートだったんですけども今回は準決勝でちょっと大きな数字になってしまいました。ただこの最終日はしっかり決めていけるかどうか、かつてこのバンクでは A 級の上位の方での優勝経験もあります。森田達也がここは福島の、まあ、後輩本間蓮の後ろとあります。オール競輪新聞、まあ、そこが本戦で1番5番本命対抗で福島コンビ、あとは2番別戦で自力という山本潤の評価になりまして、あとは7番の長田と4番出口という順番です。157175という北日本勢は番手1番森田選手を中心にラインで人気が集まっているようです。では続いては藤巻昇さんお願いいたします。はい、さあこの競争は福島コンビですね、うん、はい、森田とね本間で、はい、まあ、本間蓮選手も昨日見ていても動きは良かっただけにしっかり、うん、先輩の森田達也選手と決められるかということになります、まあ、1番から5番だと今一番人気になっていますが、あとは1番から2番とか1番から、まあ、7番というところも10倍を切るオッズになっています。人気の軸は森田達也選手、まあ、そういうオッズになります。まあ、先ほどの1レースのように北日本勢で高連携といけるかどうか、まあ、当然2番山本潤選手も昨日ね失敗してますんで、なんとかね今日はその分も攻めていきたいですからね。そうですね、まあ、そこでどういう攻め方をしていくか、うん、まあ、自力でということで昨日とはまたコメント意味合いも変わってきた感じもあるんですが、うん、山本潤が粘り強く別戦に対していこうかという感じです。まあ、その頑張りがあれば同じ神奈川で大先輩出口正弘の浮上もというところになります。出口選手も昨日は3着一般戦ですが来てましたからね。そうですね、まだまだ要所要所ね、まあ、足を伸ばしてくる出口選手、小林に続いたのね、うん、53歳、まあ本当若い頃はもうバリバリ S 級に鳴らしてましたからね。
出口選手あれ タイトル取った選手だからね、素晴らしい実績があります、うん、でこのバンクの活躍も印象、ね、残ってますけれども、うん、今日は神奈川で山本出口のコンビ、そこに静岡田中選手も加えてのラインです。さあではラストもう1点見ておきます。この2レースも1点勝負で狙ってみてはいかがでしょうかとなりましたが、157、まあ、森田、本間、長田、北日本ラインの指し目でこの1点で一番人気になってますね。6倍ぐらいですか、そういったオッズ見えますが、1点勝負で北日本ラインの結束を注目をしているという車検です。さあ2レースの A 級チャレンジ一般戦見ていきました。この後発走予定時刻は21時10分です。
まもなく第2レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では先ほどの第1レースの結果が出ております。地元の北海道の藪下直樹選手がうまく動いて別線の里見選手をまくらせませんでした。最後は番手を回った宮城の佐藤翔吾選手が差し交わしております。ラインで続いてきた茨城の戸部選手も加えてその3人での決着となりました。第1レースのチャレンジ一般戦、地元の選手の奮闘があってご覧のように決まっております。さあ今回の開催もウィンチケットの冠がついています。ミッドナイト競輪です。この時間はその投票キャンペーンのご案内です。画面で少しご覧になってください。こちら今節もミッドナイトウィンチケットの投票キャンペーンを行っています。3日目最終日、この後もどうぞたくさんのご参加ご投票をお待ちしております。今回のキャンペーン総額50万円分と銘打っていますので、ぜひこちらご参加ください。詳しい内容はウィンチケットのホームページでもご案内しております。ではこの後は第2レースです。実況でお伝えいたします。第2レースを迎えます。北海道の函館競輪場です。今シーズンこのバンクでのミッドナイトの開催は5年目となります。競輪場は73周年、来月には G3 の記念競輪が開催予定です。今年の函館73周年、ナイター競輪は今年で26年目に入っていまして、次開催がナイターです。でミッドナイトは今年5年目となっていまして、前回そして今回と開幕から続けてミッドナイト競輪が行われています。では第2レース A 級チャレンジ一般戦、対戦メンバーをご紹介いたします。1番福島の森田達也、2番神奈川の山本潤、3番静岡の田中智也、4番神奈川の出口正弘、5番福島の本間蓮、6番東京の清水義康、7番宮城の長田明人、以上のメンバーの対戦です。 A 級チャレンジの一般戦2つ目です。2レースも距離1625メートル、バンク4周、先頭誘導員は森田正人選手です。発走いたします。選手が前傾姿勢に変わりました。第2レース A 級チャレンジ一般戦、号砲が鳴りましてスタートです。まずは1番森田達也が前に出ております。その後は3番田中智也、7番の長田明人が上がってきています。6番清水義康、そして5番の本間蓮が前に来ました。あと後ろからが2番山本潤です。後ろは4番出口正弘がつけていきます。3コーナーから4コーナーへ、まずは1周回目、各選手が進んでいきます。この第2レースもライン2つの2分線となるようです。前から行くのが5番の本間、一方後ろからになります2番は山本潤です。北日本勢対南関東勢の勝負、中段ラインの切れ目4番手では6番清水義康がおります。まず前から人気上位の北日本勢は5番の本間蓮が行きます。昨日は最後上位に食い込んできたいい足だった5番の本間蓮、その後ろを回る1番森田達也が人気の中心です。予選を勝って昨日準決勝は大きな数字を取ってしまった森田、珍しく今回は一般戦回りという最終日です。そしてその後ろ7番長田明人が続いています。まもなく残り2周回ですが、後ろから南関東勢上がってきました。2番の山本潤が一旦は前に出ていくようです。2番山本が前を抑えていきまして、その番手4番出口正弘、あと3番田中智也が続いていきます。その後6番の清水が4番手を回っていますが、
もう一度上がってきました。5番の本丸、今打掌で再度北日本勢が前に変わっていくようです。叩いていった5番の本丸、ただ2番山本潤が粘りました。2番手飛びついてさらに前に踏んでいくんでしょうか。ちょっともつれてきましたが最終周回です。今山本潤が内側粘っていまして1番森田達也に絡んでいます。森田がしのげるかどうか。2番手並走になっています。先行は5番本間蓮、その後ろ1番の森田、さあ自力でまくってきた短期6番車清水義康まくってきましたが、番手1番の森田こらえている。内側2番山本潤も食い下がっていますが、さあ混戦模様から5番の本間蓮の番手から1番車の森田達也が先頭に変わってくる。森田先頭だ。あとは混戦模様で5人2番手以下接戦です。勝ったのは1番車の森田達也、2着はどうか。最後は2番手以下どっと固まってきました。並走をこらえた1番森田達也が先頭で入っていますけれども、その後はどうだったでしょうか。先行5番の本間、後ろその番手飛びついた2番の山本潤ではあったんですが、そこをこらえて1番車森田達也を追い込んで、5番の本間もよく粘っています。4番出口も差し込んできました。3番車は田中、2番手以下は差がなく広がって入っていますが、まず1着1番の森田達也先頭のゴールの後は5番の本間蓮がギリギリ粘ったんでしょうか。4番出口、3番田中も差がなく突っ込んでいます。ゴール接戦です。決定放送をお待ちください。ただいまより第3レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。バンクでは次の第3レースの選手紹介が始まります。3日目最終日、3レースは A 級チャレンジの選抜戦です。7選手が今3コーナーから4コーナーへと回ってきています。決定。1着1番、2着5番、3着4番、なお3着は写真を参考に判定しました。さあバンクでは第3レースの選手紹介です。2つラインができていくようです。前に言っていたは3176、北日本勢4人です。3番辺見仁、1番杉浦光一、7番小田切義嗣、6番の吉田雄三です。もう一方は452という3社、4番木村健二、5番斉藤翔太、その後ろ2番小林悟が続いていたようです。チャレンジの選抜戦、3レースはこの後発走予定時刻21時30分です。では第2レースの決定です。 A 級チャレンジ一般戦、1着1番森田達也、2着5番本間蓮、3着は写真判定の結果4番出口正弘。払い戻し金2社単は1番から5番290円、1番人気。3連単は1番5番4番の組み合わせ2130円、6番人気。その他はご覧の通りとなっております。では次の第3レースを見てまいります。チャレンジの選抜戦です。最終日のこの3レースご覧のメンバーになります。さあここは自力タイプですとバック2本という数字ではあるんですが、3番辺見仁選手、対する別線の方は4番木村健二選手がラインの前となっていくでしょうか。決まり手まくりが2という数字見えています。さあこの時間もお相手は藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。さっきの2レースはいかがだったですか。ねえ、森田強いね。こらえましたよね。いやーまずいなと思ったけど、うんうん、で本間選手もよく粘ってましたね、はい、ラインで決まって福島コンビでしたが、うん、まあ、その辺接戦ではあったんですが、出口選手も最後は足を伸ばしてきておりました、うん、山本選手が粘る展開だったですから ね山本選手もう粘るしかないもんあればね、うん、はい、そういう中でしのいだのが人気の森田選手という競争でしたが、うん、さあ次のこの3レースはチャレンジの選抜競争になります。ここに地元2人乗ってきましたね、はい、今回決勝へと行きたいもあった杉浦光一選手なんですけども、昨日は、ね、最後の最後追走がちょっと苦しくなってましたが、まあ、まくりに離れたわけないんだけど続けないっちゃったね。最後の最後あと少しだったんですけども、うん、
で小田切選手の方は準決勝もしぶといレースで上位に差がなく来てたんですけども、うん、4着では勝ちられなかったんですね、はい、で今日は辺見仁選手がその地元勢の前で頑張るレースになりそうですね。はい、そうですね。昨日は藪下にね、あ、頑張ってもらったと。だからね、今日は、お返しできるかどうか。でこれオッズが今13で 1.6 倍、結構なオッズになってますね。辺見頑張って杉浦浩一がかわしてという、うん、で地元コンビの17というところも10倍切るオッズになります。 1.6 倍に 7.2 倍、3連単はその3人で、137が最も人気になっています。さあこれに対して4番の木村健二選手も前を回っての競争なんですね。そうですね、多少動ける足持ってますが先行タイプではありません、うん、そこでどういう風な勝負ができますですか ね、まあ、ね前取れれば、うんね、なんかやるでしょうけど、後ろになったら苦しいなやっぱりね。ただ縦の足を持っていまして、まあ、前走地元西武園の走りも悪くはなかったという木村健二、うん、まくり込んでいくのかなじゃな、うん、その足は要注目なんですが、5番の斉藤翔太選手マークになります、うん、そしてあとはこの4番5番には2番の小林悟、神奈川の小林選手、あの60歳の温帯機の1着ですよ。温帯ね、すごいですね。うん、面白くてどうしようもないでしょって言ったら、はい、何言ってんですか、真剣勝負ですよって。あ、そう言ってましたか。はい、あの今季結構その2着は多かったんですけれども、うんね、1着ですから気持ちいいでしょうね。いや本当にもの60歳だけど、はい、もう元気はつらつだよね。あ、雰囲気なんか若い頃とそんなに小林さん変わらないの気がするんですけどね。いやほとんど年取ってないね。そうですか。体重増えてるからね。56の60歳という小林悟選手です。昨日1着で今日は一応コメントは関東ラインからと言ってますんでね、流れの中で切り替えも匂わせているのかもしれませんが、うん、一発あるのかな、怖い怖い ね昨日今日とね、本当にあのレース巧者ですんでね、小林悟選手あんまり打ち上げてやってるとしゃぐられるかもしれないね、はい、隙あらばという感じもありそうです、うん、でこの中では1番の杉浦浩一選手が来季 A 級2班に上がります。58歳、まあ、この杉浦が今北海道の選手の中では現役最年長、もう長く頑張ってますね杉浦選手も。杉浦もね S 級でも結構戦ってたからね、穴出してましたからね、うん、今この A 級のチャレンジの方を走って、また来季は A 級1年半の方にまた戻っていくわけですけども、そこでもまたいい走りを期待したいなと思いますが、あの高校生の息子さんが頑張ってらっしゃいますからね。息子という練習してんだろうねやっぱり。それがプラスに、ね、左右してますかね、うん、杉浦浩一、まあ、今年高校というとこの函館で夏場高校総体が、ね、うんうん、ありますんでね、自転車競技、はい、その辺でまたお父さん応援に来るかもしれませんけれども、うん、ここは辺見が動いて杉浦、小田切、小田切選手も 3,4 着となんとか、ね、踏ん張ってますけどね今回着順は、うん、小田切ももう、ね、危ないから、そう後がない状況ですんでね、この吉田と小田切ね、いい2人並んで危ないんだよ。はい、もうその一番危ないところの方に2人いるんだけど、なんとか今季踏ん張ってほしいなというところが、うん、3176と小田切、吉田は 3,4 番手を回ってなんとか少しでも上位へと行きそうになっています。ちょっと上げればセーフなんで、はい、2人とも。ああそうですか、うん、なんとかこれ踏みとどまってほしい。30人ね組になるところで今のところ27で28なんです。そうですか、だからこのちょっと上にのレースだから、はい、点数もちょっと多いんじゃないかな、ね、その辺なんとか点数アップしてほしいですね、はい、ではこの後は画面変えていきましてピックアップ選手です。地元の北海道の温帯杉浦浩一選手出ました。惜しくも決勝に行けなかったんですが、今日は最終日、福島の辺見仁選手の後ろで人気になりました。1着を取って締めていきたい最終日となる、そんなオッズが出ています。では予想へと移ります。地元競輪新聞はオールです。オール競輪新聞、杉浦辺見の1番3番、その後が7番の小田切義継、そして4番木村と5番の斉藤、別線関東勢にも印がついています。では続いては藤巻昇さんに狙い目を出していただきます。お願いします。はい、ここは、ね、はい、ラインですね、はい、杉浦からね、うん、辺見というね、今回追加で来てくれた辺見仁選手、昨日は北海道の、ね、藪下選手との連携が決まってましたんで ね、うん、今度は辺見自身が動いて頑張って地元2人をうまく連れ込んでほしいなという感じです ね、まあ、そういうラインとなっています。そのライン決着で人気になりますが、藤巻さんは杉浦浩一、辺見仁とこの2人を挙げていただきました。さあラストもう1点見ておきます。
こちら長車券でいかがでしょうか。これは北海道両者です。まあ、辺見頑張って後ろ2人が杉浦浩一と小田切義嗣ですので、1番7番から前というふうに出ています。ちょっと3着争いがちょっと副平陣来るとということなんでしょうけれども、まずは北海道2人に期待した狙いになっております。第3レース A 級のチャレンジ選抜戦を見ていきました。この後発走予定時刻21時30分です。
まもなく第3レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では先ほどの第2レースの判定写真を放映しております。ご覧ください。そしてこちらがレース結果です。人気の福島コンビ森田達也選手、番手絡まれましたがしのいで1着を取っています。そして逃げ粘った本間蓮選手、あと3着は接戦だったんですが神奈川の出口選手が入っております。第2レースチャレンジ一般戦はご覧のように決まっております。ではこの時間は視聴者プレゼントのご案内です。画面で少しご紹介いたします。今回祭はウィンチケットのオリジナルグッズをプレゼントでご用意しております。こちら A 賞と B 賞がありますが合計10名様に差し上げます。キーワードをチェックしてホームページからご参加ください。こちらこのキーワードになります。昨日が桜満開でしたが函館桜満開、この漢字5文字をチェックしてホームページからどうぞご応募ください。今夜この後24時まで受付中です。まだという方はぜひホームページから、イベントページから応募できますのでよろしくお願いいたします。ではこの後は第3レースの実況です。第3レースを迎えます。函館競輪場です。開催3日目最終日前半戦、この3レースはチャレンジの選抜競争が組まれております。対戦メンバーの7選手がスタート地点に集まってきております。これから発走の準備を行っていきます。では第3レース、そのメンバーをご紹介いたします。1番地元北海道の杉浦光一、2番神奈川の小林悟、3番福島の辺見仁、4番埼玉の木村健二、5番栃木の斉藤翔太、6番宮城の吉田雄三、7番地元北海道の小田切義次、以上のメンバーの対戦です。 A 級チャレンジの選抜戦、この第3レースも距離1625メートル、バンク4周、先頭誘導員は門馬拓馬選手です。発走いたします。選手が構えていきます。第3レース A 級チャレンジ選抜戦、号砲鳴ってスタートです。まずは3番の辺見仁、福島の辺見が前に出ております。後ろ1番の杉浦光一がつけていきます。あとは6番吉田雄三、7番の小田切義次が上がってきまして、前4人北日本勢結束をしていくようです。対する別線後ろからは4番木村健二です。その後ろは5番の斉藤翔太、最後方が2番の小林悟。この第3レースは2つ、大きく2つのラインと分かれてきました。前から3番辺見、後ろからが4番の木村です。競争2周回目、まず3番の辺見仁が前から行きます。昨日の一般戦を勝っています福島の辺見仁、今日は自力勝負で後ろ地元北海道勢とうまくレースができるかどうか、今回中2日での追加参戦の辺見、番手回り1番は杉浦光一です。今回最惜しくも決勝まではいけなかったんですが、この最終日辺見の番手を回って人気になった杉浦光一です。3番手回りで7番車小田切義次、あとは6番の吉田雄三も続いて4人ですが、後ろからは4番木村健二が一気に来まして、前へ出ていこうとはしましたが突っ張った3番の辺見、4番の木村健二は下げまして、再度後方の5番手からもう一度足を使ってくるかどうか、まくり足は持っています4番の木村健二。
後ろ5番は斉藤翔太つけて関東2人もう一度上がってきました。今打賞最高峰2番小林悟も追っていきましたけれども、さあ出切っていったか4番の木村健二叩きましたが、もう一度突っ張る内側の3番辺見仁、辺見のマーク1番は杉浦浩一が追っていますけれども、関東勢も絡んできています。外並走で4番木村健二、地元1番の杉浦浩一と並んでいますが、杉浦踏み勝って7番小田切義次もしっかり追ってきました。4番木村健二まだ並走をこらえていますけれども、最終バック最後方からはベテラン2番の小林悟がまくってきた。小林がまくって迫ってきましたが、先頭3番辺見仁、番手回り1番下は杉浦浩一踏み込んで7番小田切義次が追ってくる。さあ地元北海道勢か、直線コース1番の杉浦浩一先頭で今合流、7番小田切義次、北海道2人、あとはどうか、3番手以下6番吉田雄三や2番の小林悟、1番杉浦浩一、最終日しっかりと決めたようです。7番小田切義次も続いてきました。地元勢がうまく3番辺見仁の番手生かして最後直線抜け出していきました。3着は接戦になっていますけれども、まずは1番と7番地元北海道勢です。58歳杉浦浩一、今北海道では現役最年長の選手ですが、最終日1着です。そして7番小田切義次も食らいついてきております。1番7番の後は接戦です。2番6番小林と吉田、3着は接戦並んで入っています。決定放送お待ちください。ただいまより第4レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。バンクでは次の第4レースの選手紹介が行われます。 A 級の特一般戦です。対戦メンバーがバンクに登場してきていまして、これからバンク1周回での選手紹介になります。まず1番4番5番でしょうか。決定1着1番、2着7番、3着6番、なお3着は写真を参考に判定しました。バンクでの4レースの選手紹介ですが、ライン2つになっていました。まず1番の板橋慎二には4番樋口翔平、5番の小西誠也、中部3社、6番の川本茂は1人で走っていました。そして2番の竹内優也には3番白石大輔、7番津島太陽、237という順番となっていたようです。次の4レースは A 級特一般戦、この後発走予定時刻は21時50分です。では第3レースの決定です。 A 級チャレンジ選抜戦、1着1番杉浦浩一、2着7番小田切義次、3着は写真判定の結果6番吉田雄三、払い戻し金二社単は1番から7番350円、2番人気3連単は1番7番6番の組み合わせ1660円、こちらは4番人気の決着でした。その他はご覧の通りとなっております。では次の第4レースを見ていきます。 A 級の1、2班戦の特一般戦、ご覧のメンバーで行われます。ここでは自力タイプは2人、内側の1番板橋慎二と2番竹内優也、両者がラインの前になりそうです。さあこの時間もスタジオにいらっしゃいますのは藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。先ほどの3レースは地元北海道勢でしたね。いや、意味がね、よく頑張ってくれました、はいはい、そこを生かして杉浦、小田切と入ってきましたが、杉浦、ね、よく頑張った ね決してその楽な展開ではなかったですよね、小田切もね、よくあそこ行ったよね。別戦関東勢の抵抗もある中でというところで、地元の両者となりました。さあ続いて4レース、これ後半の 1,2 班戦の方なんですけども、板橋慎二対竹内優也でラインできるようですね。はい、竹内選手は昨日2日目から参加なんですけども、今日最終日、先行まくりはありますけども、その竹内と後ろを回る3番の白石大輔で人気になってますね。はい、どういったレースを考えたらいいですか。まあね、これ板橋スタート早いんだよね。はい、
ですから板橋の前受けでというレースでしょうね。そうなると中部勢は145と結束をして、まあ、板橋選手も自力がないわけではないんですけれども、まあ、自在にまずはスタートから注目になりますが、一方2番竹内優也がバック本数は7、まあ、逃げまくりの決まり手の数字もありますけれども、まあ、地元バンクで補充出走とはいえやっぱり走る以上はいつも地元は、ね、頑張る選手ですからね、で今日は後ろ3番白石大輔と人気になっていますけれども、白石は、ね、昨日竹内ラインの、ね、3番手だったよね、まあ、今日は後ろになって2番3番折り返しが上位の人気になります。まあ、かつてこのバンク S 級優勝もある白石選手ですが、来季また A 級3番に下がってしまうようです、で7番車は対馬太陽、その後ろになっていきます。6番の川本茂選手は1人でと言ってまして、位置は決めていないような感じですね。まずは板橋選手のスタートからの位置動きですが、まあ、昨日3着前々飛びつこうとしてましたけれども、またそういうところも考えた動きになっていきそうですね。3番手に結果ね、3番で飛びついた感じだったね。そうでした、もう別線ドンときましたけども、まあ、それでもかなり抵抗して食い下がる感じになってましたが、竹内選手は粘り強い競争を持ち味なんですが、まあ、今日はまあ自力型としては板橋選手はもう早めにどんどん行くわけでも、ね、ないですからね、今日は、ね、先行にしたと見てもいいかもしれないね。竹内にとっては多少力を発揮しやすいメンバーでしょうか、なんとか、まあ、補充ではあるんですが、今日ここまで前半地元の選手頑張ってますからね、なんとかここでしっかり決めて最終レースの同期の、ね、森田浩二選手につなげてほしいなという気もいたしますが、89期生は竹内、森田、あとは同期は、ね、菊池慶翔や明田春樹といますんでね、私勝手に89期は北海道の黄金世代と呼んでるんですけれどもいかがですか藤田さん一応、ね、同期多かったってことなんですけどね、まあ、この89期の竹内優也ももう40超えてもまだしぶといレースは健在ですんで、ここでなんとか、まあ、一般戦ですがいい勝負を期待したいという存在です。さあその中でピックアップ選手見ていきましょう。画面変えますとこちら、その竹内目標の3番白石大輔選手です。さあこの人が番手有利にとレース進めるかどうか、竹内についていけばチャンスはもちろんあるわけですからね、まあ、この竹内白石の折り返しで若干その白石選手の川島の方が人気上位となります。オール競輪新聞もそういった印がつきました。3番2番です、白石竹内、あとは1番の板橋が3番手評価になっていて、4番樋口、5番の小西です。では続いてはスタジオにいらっしゃいます藤巻昇さんに狙い目を出していただきます。はい、もうね竹内を、一応本命ということでね、でまずは白石選手もマークをしっかりして2番3番折り返しを中心にして、あの2番から1番っていうのはこう板橋選手の存在やっぱ怖いですよね、まあ、インデバリーした時ね、まあ、十分その抵抗はあるという感じですので、2番から1番、これはちょっとオッズとしてはいい感じになりますが、ここはまあ1番から2番の方も同じような数字で売れているようです。藤巻さんは地元竹内優也を中心に見てらっしゃいまして、ご覧のように挙げてくださいましたけれども、竹内の人がいいからね、そう優しいですからね、そういうレースに持っていかないかもしれないよね、自分が不利になるようなレースに持っていくからね、まあ、もっとあのガツガツしていいんだろうけど、優しいんだよ本当に、レースがね、まあ、そういったレース多いですけれどね、まあ、最終日、まあ、補充ですがもう遠慮なくもここはもう自分が勝つレースをして後ろ補充だから、あんまりやっちゃいけないなと思う、思ってしまうんですかね、補充だってあんまりやったら先生に悪いもんね、だからちょっと遠慮気味に走るから、そうですか、補充ってね、まあ、ただ地元ですかその辺はね、なんとか地元、まあ、先行者だしね、しっかりと力発揮してほしいと、自分の力出していいですよね、その竹内優也中心でというのが藤巻さんの狙い目になっています。さあではラストもう一つ見ておきます。こちらは長車券でいかがでしょうかということで、こちらも竹内優也選手ですが、相手としては板橋選手の方をしてまして、2番1番です。ちょっとライン違い、板橋選手の動きが気になりますので、2番と1番を中心に見てこのように考えたようです。いくつか狙い目、まあ、今日はここまで
結構その予想士であるとか藤巻さんの注目どころもちゃんとまあ来てますんでね、そこはまずはしっかり見ていただければという感じがしますけれども、はい、4レース A 級特一般戦見ていきました。この後発走予定時刻21時50分です。
まもなく第4レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では先ほどの第3レースの判定写真を放映しております。ご覧ください。そしてこちらがレース結果になります。チャレンジの選抜戦、福島の、ここは辺見仁選手の後ろがもつれてしまったんですが、そこをこらえて地元北海道勢が抜け出しています。杉浦浩一、小田切義嗣両選手です。その後は接戦、3着は宮城の吉田雄三選手が入っております。第3レースの結果ご覧のようになっております。さあ今シーズン函館競輪ですが、こちらビッグレース2つになります。来月の G3 記念競輪と、7月にはナイターの G2 サマーナイトフェスティバルが行われます。でこの後の開催日程少しご案内しておきますが、今回ミッドナイトは今日が最終日になります。で来週はナイターの開催です。今度はナイターの F1 戦、来週の木金土の3日間でご覧の開催です。で5月に入ってすぐはミッドナイトのガールズ競輪、こちらがありまして、その後がビッグレース G3 の記念競輪となります。73周年記念は5月半ばこの開催ですので、どうぞご期待ください。ではこの後は4レース実況でお伝えします。第4レースを迎えます。函館競輪場です。A 級の特一般戦、その対戦メンバーがスタート地点に集まってきております。開催3日目最終日の競争です。では対戦メンバーをご紹介いたします。1番岐阜の板橋慎治、2番地元北海道の竹内優也、3番福島の白石大輔、4番富山の樋口翔平、5番三重の小西誠也、6番奈良の川本茂、7番神奈川の対馬太陽、以上のメンバーの対戦です。 A 級特一般戦、第4レースも距離は1625メートル、バンク4周、先頭誘導員は浦崎隆選手です。発走いたします。各選手構えました。第4レース A 級特一般戦のスタートです。まずは1番板橋慎治が前に出ております。そして4番の樋口翔平が後ろを追っていきまして、3番手は5番の小西誠也です。その後ろ6番の川本茂が続いています。後ろからは2番竹内優也、そのマーク3番は白石大輔、あと7番の対馬太陽が続いています。前から1番板橋が行って、後ろから2番の竹内、この第4レースライン2分線です。前に行っていますのが中部勢、これからレースの方は2周回目に入っていきます。まず1番の板橋慎治、スタート前を取って、今日も自在戦、どのように別戦に抵抗していくでしょうか。昨日は3着踏ん張ってきましたけども、後ろには4番樋口翔平がつけていきます。そして5番は小西誠也、中部の3選手です。あとは6番川本茂が4番手で様子を見ていまして、後ろから2番竹内優也、ゆっくりと上がっていきます。今回の地元戦、昨日から参加しています竹内優也、今日は粘り強く先行勝負となっていくでしょうか。じわっと上がってきた2番竹内が前をかわしていくか、1番の板橋慎治の動向が気になりますが、ゆっくりと前に出ていきました2番竹内です。その後ろは3番白石大輔続いています。北日本勢人気上位、その3番手を7番対馬太陽が回って、今残り1周半切りました。打勝です。1番板橋慎治は下げて4番手から巻き返すレースになりますが、
2番竹内がそこを睨んでペースアップ、主導権を取っていきます。2番竹内、最終日、今日は先行勝負で残り1周回、番手3番白石大輔です。7番飛車対馬太陽、さあこれを後ろから1番の板橋真嗣がまくっていく、チーム勢のまくり返しが迫ってきましたが、最終バックを通過、逃げる2番竹内優也、番手の3番白石がガードをして1番の板橋交代、さあ踏ん張って3番の白石踏んでくる、7番飛車を対馬太陽追ってきまして、直線コース前から3番の白石大輔、あとは7番対馬太陽か、内側2番の竹内もよく踏ん張っていました。4レースの A 級特一般戦、番手回りから3番白石大輔でした。ラインでは7番の対馬太陽が続いてきましたが、逃げた2番竹内の番手で3番白石が1番の板橋真嗣のまくりを止めて、最後は直線踏み込んでいきました。そのゴールシーンです。先手を取った2番竹内の番手、3番白石大輔を追い込んでいます。その後7番車対馬太陽が続いてきまして2着、その後で2番竹内優也のようです。3番7番2番ということで、ラインの3人での決着になった模様です。この後の決定放送をお待ちください。ただいまより第5レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。バンクでは次の5レースの選手紹介が始まっております。 A 級特一般戦です。決定、1着3番、2着7番、3着2番。第5レース A 級特一般戦、その選手紹介がバンクでは続いていますけれども、1番2番4番中部近畿は3人です。佐藤龍太、辰巳豊、山村亮太です。3番車徳永真一、そして5番の上田誠はそれぞれ位置がちょっとはっきりしなかったような感じです。あとは7番6番で関東勢、清水健治、黒田敦史で並んでいたようです。5レースはこの後発走予定時刻が22時10分です。では第4レースの決定です。 A 級特一般戦、1着3番白石大輔、2着7番対馬太陽、3着2番竹内優也。払い戻し金西アタンは3番から7番2180円、9番人気。3連単は3番7番2番の組み合わせ4360円、16番人気。その他はご覧の通りとなっております。では次の第5レースを見てまいります。5レースも A 級特一般戦、今度はご覧のメンバーで行われます。自力タイプはバック16本を数えます。119期生の1番佐藤龍太、そして7番車は113期東京の清水健二、バック本数は8という数字ついております。さあお相手この時間も藤巻昇さんです。よろしくお願いします。さっきの4レースはいかがでしたか。まあね、竹内はね自分のレースしましたけどね、白石がもうちょっと残してあげてもよかったなと、ね、そういうこともできたですかね、うん、結果3番手にいた対馬選手が差し込んで2着まで来ましたんでね、うんうん、ただラインでは決まってますね。はい、ラインで決まってるんだけどね、うん、ちょっとそこまで考えていなかったなっていう部分がね、あと、はい、板橋がね、点数一番上なのに、うん、ちょっとらしくないレースだったかな。そうでしたか、うん、まくりでしたけれども止められまして、まあ、ただ今日前半戦はここまで、まあ、ラインで決まるレース、ね、多くなってます、うん、ね、まずはラインしっかり見てよということもこの後中盤戦以降も続いていくでしょうか。さあこの5レースは愛知の若手1番佐藤龍太がいまして注目なんですけども、別戦は東京の7番清水健二動いていくというメンバー構成になっています。
3番車5番車はちょっとはっきりしない位置だったようですが、まずこのレース1番の佐藤選手、予選が強かったんですけども、昨日準決勝はちょっと出番なかった感じでしたね。まあ、森田浩二にね、いやまくられたってことだから、中断取られて、まくりに合わされてね。そうでした、はい、巻き返しならずでしたけれども、さあ今日はこの佐藤龍太が中心になるというそういったメンバーです。お人気は1番車からずらっと集まってますが、番手2番辰巳豊、中部近畿で1番2番というところが人気集まっています。あと4番山村選手も加えての3人ですが、対する7番6番関東勢ですが、清水健二選手が結構意欲的な動きをしてますよね。そうですよね。どこまでその佐藤龍太に抵抗できるか、そこがポイントになりそうですね。そうですね。黒田がね、昨日頑張ってたもんね。黒田敦選手が番手、関東勢は7番6番です。まあ、黒田兄弟、まあ、今回兄弟で参加をしているわけなんですが、はい、お兄さんの方はこの後チャレンジの決勝に乗ってきてますもんね。でこの弟さんの敦選手の方も昨日連絡みということで、はい、今回無視したらちょっとムッときたみたいよ。ああそうでしたか。まあ、栃木の黒田兄弟が今回は共にいい走りをしているという開催になっていますけれども、あとは3番車徳永新一短期、5番上田誠、この人もコメント短期と言ってまして、はい、まあ、両者突っ込んでくるとちょっと怖い存在になっていきます。でもこれオッズは1番車佐藤龍太相当人気、ね、集まる感じになりますが、先行して強いバックオンス16という数字はちゃんと動いてるからですもんね。そうですね。この後は A 級1班に上がっていくと聞いてますけども、まだ22歳ですよこの佐藤龍太選手、今後楽しみにしたいです ね、うん、ね。連帯率5割を超える数字で、今回は準決勝は突破できなかったんですが、今後、まあ、注目しておきたいという若手選手です。となると番手の2番辰巳選手をまずしっかり回って人気通り行きたいというラインです ね。 そうですね。これ2倍台のオッズって相当な人気ですんで ね、うん、ね。これ3連単も同じような数字ですから相当人気が集まるという、ちょっとこの2人ね点数が抜けてますからね、はい、佐藤龍太辰巳豊、4番の山村亮太追走、山村選手も3番手までこれプレッシャーのあるオッズついてますけども、中部近畿でライン3人ということになります。ではこの後は画面を変えていきますが、ピックアップ選手です。こちらその1番の佐藤龍太選手です。バックオン数16、先行基本に切符のいい競争をしております。このバンクは函館、まあ、去年は2回来てくれたんですが、今回は予選をクリアしての昨日準決勝で7着となって今日一般戦に登場です。佐藤龍太ラインでしっかりと決まっていくでしょうか。さあオール競輪新聞、番手回り2番辰巳豊、本命対抗で1番2番、その後は3番徳永選手が3番手評価の印になっています。そしてあとは6番の黒田敦史、7番清水といった関東勢にも印が続いています。では続いてはこの5レースも藤巻昇さんに狙い目出していただきます。はい、まあね、ここはもうね点数上位の2人でね、はい、ね、もう相当な人気ですのでしっかりと行きたいという佐藤と辰巳、このコンビになります。まあ、今日は前半からずっとそのラインで決まってますんで、ここはまずしっかり見て、あとは別線の抵抗、まあ、短期の選手の動きもチェックは必要なんですが、力的にも、まあ、これ点数本当にその5点以上、あるいはその自力タイプ同士ですと清水と佐藤ですと10点以上違いますからね、うん、まあ、清水もね点数はないけど、うん、点数以上の走りはしてますからね。まあ、動きとしては今回は悪くない感じなんですが、うん、ただここは佐藤龍太にとってはしっかりと別線警戒して人気に応えるべくレースになるかという感じです。さあ藤巻さんはこの1番2番というふうに挙げていただきましたが、ラストにもう一つ見ておきます。この5レースは3連単で1点勝負でいかがでしょうかとなっていますが、1、2、4、これも並んだ通りのラインで中部近畿勢です。4番の山村亮太選手が続くというところで、まあ、一番人気の組み合わせになります。3連単でも相当なオッズになりますので並んだ通り決まるかどうか、愛知の佐藤龍太に奈良の辰巳豊と大阪の山村亮太、この順番の組み合わせです。 1、2、4で1点勝負と出ております。
開催今日3日目最終日、ここまではまあライン決着が多く、まあ、昨日もそういったラインでの決着が多かったんで、まあ、それが続いてますよね。はい、まあ、しっかりその並び、まずまあ競輪の基本でもありますので、そこでこの5レースもというところでいくつか狙い目をご紹介いたしました。 A 級の特一般戦です。この後発走予定時刻は22時10分です。
まもなく第5レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では一つ前の第4レースの結果が出ております。地元北海道竹内優也選手先行でした。その番手回りから福島の白石大輔選手が追い込んでいます。ライン続いてきた神奈川の対馬太陽選手が2着に食い込んできまして、竹内選手は逃げ粘ったんですが3着でした。この4レースラインで決まった競争ではありましたが、少し高配当となっております。 A 級の特一般戦4レースの結果ご覧のようになっています。さあ、この時間プレゼントのご案内です。まあ、今シーズンも毎日いろんな北海道のいいものをご紹介しまして、プレゼントをご用意しております。その応募のご案内、少し簡単ですがご紹介しておきます。ちょっとまあ光って見えづらいかもしれませんけども、こんな感じでハガキでこちら競輪場までご応募ください。お一つどうですかという係でお待ちしています。毎日お一人様で、毎月お一人様、おいしいものやお酒のプレゼントをご用意しています。後ほど今日のプレゼント商品やキーワードの発表もありますので、よければ最後までお付き合いください。毎回ハガキにてのご参加になりますが、よろしくご参加お待ちしています。お一つどうですかというコーナーです。ではこの後は第5レースになります。この後は実況でお伝えします。第5レースを迎えます。函館競輪場、今日3日目最終日、ミッドナイト競輪の熱戦が続いております。競争は中盤戦の5レースになります。 A 級特一般戦、対戦メンバーが集まってきています。では順番にその7選手をご紹介いたします。1番愛知の佐藤龍太、2番奈良の辰巳豊、3番青森の徳永真一、4番大阪の山村亮太、5番静岡の上田誠、6番栃木の黒田敦史、7番東京の清水健二、以上のメンバーの対戦です。5レースも A 級特一般戦です。距離1625メートル、バンク4周、先頭誘導員は中村幸之介選手です。さあ、選手が構えていきます。号砲が鳴りました。第5レース A 級特一般戦のスタートです。まず2番の辰巳豊が前に出ました。その後6番は黒田敦史です。4番山村亮太が続いていて、1番は佐藤龍太、佐藤も位置を上げていきそうです。あとは3番徳永真一、5番の上田誠、一番後ろから行っています7番の清水健二です。1周回目の3コーナーから4コーナーへ、まだ序盤戦、この5レースもラインとしますと2つできていきそうです。前から1番佐藤龍太が行きまして、競争は2周回目に入っていきます。愛知の若手119期生の佐藤龍太、来季は A 級いっぱいに上がってきまして、まあ、将来性楽しみな選手なんですが、先行まくり、今回は準決勝で大きな数字を取って今日は一般戦になりますが、人気を集めています。後ろは2番辰巳豊、まあ、この人も近況3連対率は高い数字、しっかりと番手を回っていくかどうか、佐藤と辰巳、この後ろ4番は山村亮太追走して、中部近畿の3社が前にいます。別戦は少し警戒している1番佐藤ですが、残り2周回7番の清水健二が来ました。関東勢が上がってきましたが、そこを睨んでいます1番の佐藤龍太、しっかりと別戦を警戒して自分のレースをしていこうという感じです。その前3人、中部近畿勢の後、短期2人は3番徳永と5番の上田が中段を回っていて、
後方から関東勢もう一度上がってきました。7番の清水健二が一気に来ましたが、打賞の4コーナー1番の佐藤龍太どうしますか。残りはあと1周回、7番の清水健二は出ていけないようです。番手は高ガードで2番は辰巳豊、1番の佐藤龍太しっかりと逃げていきまして、後ろ2人は2番辰巳と4番の山村、7番の清水は今後退して下がってしまいました。中段からは3番の徳永慎一が前を追っている。3コーナーから4コーナーへ、人気の3人は中部近畿勢、1番の佐藤龍太、2番辰巳豊、直線越し最後は今辰巳が差し交わしてゴリ、そして4番は山村亮太、近畿勢でしょうか。5レースの A 級特一般戦、最後は番手から2番辰巳豊が差し込んできました。1番佐藤龍太に乗って2番の辰巳、その後ろ4番山村亮太がさらに続いてきましたけれども、1番佐藤龍太は粘り込んだんですが3着争いの接戦、3番徳永慎一もそこに加わってきています。まずはゴール体制は2番4番近畿の2人が1番佐藤の後ろから抜け出してきたようです。ただ3着は3番車か1番車か徳永か佐藤か、これは接戦のようです。この後の決定放送をお待ちください。ただいまより第6レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。バンクでは次の第6レースの選手紹介が始まるようです。決定。1着2番、2着4番、3着3番。さあ、6レース A 級特選の選手紹介の模様です。前に来ました2番、1番、6番、5番という4社です。中部勢と関東勢、2番松田大、1番今藤康弘、6番小島正明、5番大橋直人です。もう一方のラインは7番、3番、4番で並んでいたようです。南関東勢、栗田真央、亀谷隆一、柴田光一郎です。6レースは2番の後ろ1番、6番、5番、7番車の後ろを3番4番続いていたようです。 A 級の特選、次の6レースは発走予定時刻22時30分です。では第5レースの決定です。 A 級特一般戦、1着2番辰巳豊、2着4番山村亮太、3着3番徳永慎一。払い戻し金2社単は2番から4番3660円、5番人気、3連単は2番4番3番の組み合わせ18720円、17番人気、その他はご覧の通りとなっております。では次の第6レースを見てまいります。3日目最終日、レース後半戦に入っていきますが、6レースは A 級特選です。ご覧のメンバーになります。こちら先週データですけれども、初日特選を走った2人、1番2番中部勢は今藤康弘と松田大、この両者今回は準決勝を突破できませんでした。さあ、この時間もお相手は藤巻昇さんです。よろしくお願いします。 まずさっきの5レースはどうだったですか。佐藤龍太選手ね、はい、一番人気ですからね、もう少しレースを組み立てを考えて走らないと、やっぱりファンの期待に応えられないよね。人気の中心でしたけれども、後ろを回って2人が最後抜け出していく、すごい人気がもう人気、すごい人気だったんで、はい、それももうちょっと考えないと、やっぱり競輪ですからね、ただ行けばいいってもないからね。佐藤が行って後ろ2人、辰巳山村で入ってきましたが、あと徳永選手最後はいい足で来てまして、後輩となった競争です。さあ、では続いて6レースを見ていきますが、 A 級特選、最終日の競争ですが、ここは2番の松田大と7番栗田真央、
にラインができまして2つ分かれていくというレースになります。でここは中部勢が番手1番今藤康弘選手回って人気になってますね。まあ、ここもね点数上位ですからね、はい、今回のね一番点数上位者だから岐阜の今藤選手が得点最上位でした、うん、で昨日準決勝は6着に終わって今日は最終日なんですが、まあ、前回四日市優勝から今回でしたけども勝ち上がれず、同じく松田選手も前回地元で決勝に行っての今回だったんですけども、ちょっとここまでは5着と来てますね、はい、松田泰選手今日の相手は千葉の栗田真央選手ですけども、うん、あの栗田選手今回動きが非常にいいんですけども、栗田選手の、ね、力もね、はい、本当ちょっと侮れないよね。茶番以上に怖いですよね、うん、7番車だからって軽視はしてはいけない感じの動きをしております、うん、まあ、予選から5着1着で、まあ、昨日の1着もいい足でしたけどもバック16本、まあ、この人が行った場合は神奈川勢亀谷と柴田が、まあ、続きまして有利になるかというところもあるんですが、まあ、亀谷選手は実際予選競争で、ね、勝ってますからね、はい、番手回りのチャンス生かしていました。で柴田浩一郎選手も相変わらずレースうまいと言いましょうか、2着3着と まとめてます ね、まあ、レース渋いね。柴田はギャバイ数を、まあ、前日で変更して 3.92 へ、まあ、初日のギアに戻してきたようです、うん、一旦昨日 3.93 に変えて今日また初日のギア 3.92 でいくと、うん、ということですが、まあ、2、3着の多い柴田選手らしいレースを今回もしているわけなんですが、うん、栗田真央がきっぷよく行ける足持ってますんで、神奈川勢もこれ展開向けば、ね、チャンスですからね。そうですよね。一方の2番松田大選手、富山の松田はあまり先行の回数多くないんですけども、うん、その南関東勢相手にどういったレースを考えていきそうですか。まあ前受けからでしょうね、うん、まあ、自力でとは突っ張っていくのか、はい、引くのか、その辺はね自分の得意のレースをしていくしかないよね。それがまあできるかどうか、2番松田、うん、後ろ1番の今藤康弘から人気になるというオッズです。今藤選手が、まあ、強烈な差し足縦の足持っていますけども、うん、ちょっと今回流れ的にはそんな展開楽じゃない中での2日間になってますからね、うん、最終日こそはスカッと勝って帰れるかどうか。まあなんね、松田も昨日は後藤優に、ね、やられてるから、はい、対戦相手がちょっときつかったのかもしれないね。そういう見方もできますね、うん、まあ、今日はこの中部勢が主役というオッズになりました、うん、松田今藤の 2-1 の後は6番5番埼玉両者、まあ、小島は沢木選手もやっぱり展開向けばしっかり勝ちますもんね昨日のようにね。そうね、今日は中部ラインの後ろになりますがそこもちゃんと続いていきたいという競争です、うん、もうね、前が無理したら、はい、ツッコミあるよね、さっきのレースみたいな感じもあるかもしれませんが、うん、大橋直人は、まあ、ラインとしては4番手になっていきます、うん、さあ3連単だと 1-2-6、まあ、その小島選手も含めてまずは差してくる今藤で粘り込む松田というチーム勢にライン決着ならば6番の小島、ただ別戦の番手の3番亀谷選手も怖いというそんなオッズになっています。ではこの後はピックアップ選手をご紹介して予想へと移ります。この人、まあ、優勝候補の一人ではあったんですが岐阜の今藤康弘選手、今回は決勝に行けずということでこの6レースに登場です。富山の松田大選手とうまく連携ができるかどうか、最終日この競争で人気は中部勢となりました。地元競輪新聞オールはその今藤と松田1番2番です。その後の印が3番の亀谷、4番の柴田、あと7番の栗田まで印が続きました。もともとは石川の選手でした栗田、同地区のかつてのまあ先輩松田大とのライン2分戦となった今日の最終日です。では続いては藤巻昇さんに狙い目を出していただきます。おまずは、はい、まあね、ここは本戦ねと、はい、3、4つのはやっぱり栗田の、ね、力を、うん、そこを頑張ると後ろ神奈川勢にも出番が来るかというところも抑えていただきました。まあ、亀谷選手も番手ならばしっかりとレースできますんで、まあ、栗田選手の動きが本当に予選負けたと言いながらも良かったですからね、はい、で昨日はしっかりと自身勝ちましたんで今日はどういったレースをしていくかなんですが、まあ、栗田真央に続いての亀谷隆一です。3番から4番というところも
まあ、狙い目としては注目は必要のようです。さあラスト思い切って見ておきます。この6レースは流し車券で狙ってみてはいかがでしょうか。今藤神谷の両ラインの番手を回る選手を軸にして狙ってみたいという感じです。1番車3番車今藤康弘と神谷隆一、この2人の組み合わせからとなりました。こちらも良ければご参考なさってください。6レース A 級特選はこの後発走予定時刻22時30分です。
まもなく第6レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では第5レースの結果が出ております。愛知の119期生佐藤龍太選手が人気を集めていましたが、その後ろを回っていた奈良の辰巳豊選手が追い込んでいます。その後ろ続いて入ってきた大阪の山村亮太選手、近畿の2人、あとは3着には青森の徳永真一選手が食い込んできまして、後輩等の決着でした。佐藤選手は4着に敗れております。 A 級特一般戦の5レースはご覧のように決まっております。さあではこの時間ですが、今日3日目のプレゼントをご紹介します。開催中毎日日替わりのプレゼントなんですが、今日3日目はこちらです。美味しい根室のサンマ丼、こちらを買ってきました。まあ、タレ付きで山椒も入ってますので、ぜひお家で美味しいそのサンマのかば焼き丼なるものを作ってみてください。こちらなんですが、簡単にできるというこういった根室の特産品、まあ、サンマを使ったこの手軽な、まあ、丼ぶりシリーズなんですが、ぜひ2食分入ってますんで、こちらどうぞご賞味ください。後ほどプレゼントキーワードは最終レース終わった後発表いたします。今夜のプレゼントは根室サンマ丼、美味しいサンマ丼が作れるというこういった商品であります。ではこの後は6レース実況でお伝えします。第6レースを迎えます函館競輪場です。開催3日目最終日、レースも後半戦に入ってきています。全9レース制の今回祭ミッドナイト、もう残る競争もだんだん少なくなってまいります。6レースは A 級の特選です。対戦メンバーがスタート地点にもう集まってきました。では対戦メンバーをご紹介いたします。1番岐阜の今藤康弘、2番富山の松田大、3番神奈川の亀谷隆一、4番も神奈川の柴田光一郎、5番埼玉の大橋直人、6番も埼玉の小島正明、7番千葉の栗田真央、以上のメンバーの対戦です。最終日の A 級特選です。6レース距離は1625メートル、バンク4周、先頭誘導員は森田雅人選手です。各選手前傾姿勢に変わっていきます。第6レース A 級特選、号砲鳴ってスタートです。まずは1番の今藤康弘が前に出ていきます。その後から2番松田大です。そして3番の亀谷隆一がいまして、5番の大橋直人、6番小島正明です。後ろから行きます7番の栗田真央、最後方は4番柴田光一郎です。3コーナーから4コーナーへ、まずは序盤戦、各選手がゆっくりと進んでいきます。どうやら前から2番の松田、後ろから7番の栗田となりました。第6レースライン2つの2分戦、まず前段人気上位の中部勢の結束になります。初日特選メンバーでした2番の松田大、1番の今藤康弘、ともに近況は決勝戦の常連だったんですが、今回祭は昨日の準決勝をクリアできませんでした。その後ろ6番車小島正明が続いて、さらには5番の大橋直人です。埼玉コンビがチーム勢の後ろを加わりまして、ライン4人となっています。そして後方からは7番の栗田真央が上がっていきます。千葉の栗田、息っぷりのいい競争をしますが、そこを警戒しています。2番の松田大、松田が突っ張っていくでしょうか。7番の栗田以下、南関東勢一旦下げてもう一度上がっていくという競争になります。後ろ神奈川勢は3番亀谷隆一と4番柴田光一郎が続いています。
7番の栗田真央、前に行こうとはしましたが、そこを睨んで2番車松田大がペースを上げていきますが、さあこれで7番の栗田は今日はまくりに回っていくでしょうか。最終周回に入っていきます。残りはあと1周回。さあ人気の中部勢、今松田大今日は先行勝負です。一方7番の栗田は後方の5番手からまくれるかどうか。最後の2コーナー通過していきます。2番の松田大うまくペースを握っての先行ですが、後方から7番の栗田真央がまくってくる。さあ番手じっくり回る1番車は今藤康弘、今藤が番手回り絶好です。あとは切り替えてくるか。3番の亀谷隆一が差し込んでくる直線コース。先頭は今松田大粘って、また粘って最後は1番車の今藤追い込んで合流。今藤康弘番手からしっかりと差しに行きました。6レースの A 級の特選です。松田の逃げ、その後ろ1番車今藤康弘が差し交わしております。ラインで6番の小島がその後ろを続いていましたが、最後直線のシーンです。2番松田を最後しっかりとかわしてのゴール、1番車今藤康弘です。2番松田と6番の小島でライン決着になったようです。松田ラインの先行、7番栗田真央はまくれず、最後は1番車今藤康弘が決めております。1番2番6番の順で入った模様です。この後の決定放送をお待ちください。ただいまより第7レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。決定。1着1番、2着2番、3着6番。バンクでは次の第7レースの選手紹介が始まっています。1番2番3番、関東勢3人、土屋雅人、永井優と大橋徹。そして短期になっていました5番車は増田俊明。そして4番6番のラインは中井雄介と植草亮介で結束するようです。短期もう一人、7番車は赤塚優斗です。第7レース選手紹介では1番2番3番関東3人、短期5番車がいて、4番には6番、7番選手も1人で走っていたようです。この後発走予定時刻は22時50分です。では第6レースの決定です。 A 級特選、1着1番今藤康弘、2着2番松田大、3着6番小島正明。払い戻し金2社単は1番から2番230円、1番人気。3連単は1番2番6番の組み合わせ570円、こちらも1番人気の決着でした。その他はご覧の通りとなっています。では次の第7レースを見てまいります。7レースも A 級特選、今度はご覧のメンバーで行われます。初日特選競争を勝った1番車土屋雅人が登場です。同じく特選スタートの2番永井優斗、別線では4番中井雄介動くタイプ、5番増田、あとは7番の赤塚も動ける選手ですが、短期の選手もいるというメンバー構成です。さあこの時間もスタジオにはスポーツ報知競輪評論家の藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。まず6レースはいかがだったですか。ね、やっぱり今藤はね、力上位でしたね。うまくね、松田を逃がしてね、もう1位残しましたもんね。もう人気通りという決着になりました。ラインでね、決めましたね。小島選手も3番手をしっかり追走でした。まあ、栗田真央選手は今日はまくりに回って、まあ、別戦の方がまあ強かったという競争ですね。しっかりとしたラインのレースになっております。さあ7レースも特選競争ですが、まあ、今度もメンバーなかなか揃っているんですけれども、土屋選手が今回勝ち上がれませんでしたね。そうですね、昨日準決勝も人気だったんですけれども、まあ、今日はこの人、まあ、昨日の分をしっかり勝って締めようかという最終日ですが、関東勢3人、まあ、1番2番3番というラインができそうなんですけれども、はい、そのライン3人でという人気になりますね。そうなんですね。さあ一応そのもう一方ラインができたのは4番6番、
これ中井とウェクサーで、まあ、元、うん、まあ、中井は千葉の選手でしたから千葉コンビとも言える、はい、そういう並びとも言えるんですが、うん、中井大阪に移ってもう久しいんですけれども4番6番ただ短期の5番車7番車増田も赤塚も動けるだけにここは無視はしてはいけないですね。そうですね。ただ力上位は1番の土屋選手と見てこれはいいですか。ここはもう土屋の鬱憤晴らしのレースと見ていいんじゃないですかね。そうですね、まあ、優勝も意識してきていたであろう今回なんですけれども、うん、初日特選を勝ち昨日準決勝も人気を集めていましたが6着昨日見すぎたね。そうです ね、 ね、うん、まあ、そういう中でその悔しさを今日晴らしていけるかどうか土屋雅人後ろ永井優斗の連携になっていきます、うん、まあ、1番2番の折り返しで川締めですと21が 3.9 倍、うん、まずは1番から2番で 2.7 倍のオッズになります。3番の大橋徹選手もその後ろ、まあ、関東3番手これもまあ大事な位置になりますよね、はい、人気がかなり集まっていますので、まあ、埼玉東京勢に栃木の大橋選手も含めてという3人です。対する4番の中井雄介選手がラインできて別戦の勝負なんですが、うん、まあ、自力先行を基本に動ける選手なんですがどう見たらいいですか。まあ、ここもね先行考えるでしょうね、うん、前回福井では3日間2着だった中井雄介もともとこの人は、まあ、千葉県の登録だったんですけどもその中井が植草涼介が後ろになりましてもともと千葉の選手同士ということも言えますけれども、うん、植草がこれは、まあ、そこにつけてチャンス狙っていく感じになりましたね。まあ、こうねこういうなんつんだろう番組のね、はい、妙というのかね、まあ、南関東では増田選手もいていなければ増田植草のラインもできたかもしれませんけども中井選手がいたので、うん、植草はそこにつけるという並びになりました、うん、で短期になった5番の増田選手は予選を勝ったんですけどもやっぱり近況1着も取れてますからね、はい、これ今日は1人でと言ってますけども結構1番から5番でも上位の人気になってますんで、うん、増田選手も無視できないオッズになってますね。昨日も先手奪ったよね、はい、で奪ったけど、まあ、後藤のまくりになってしまったということだからね、うん、やる気はもうね、そうなんですよね。このバンクでも結構構想してくる選手です、うん、今回は予選を勝ち、まあ、その相手が地元の八嶋利正相手でしたけども予選を勝ってきているこの増田俊明です。7番の赤塚優斗も予選をいい足で最後突っ込んできましたけども、うん、ね、まくり足持ってますからね。持ってる。今日はもうねあのラインの3番手で回って、まあ、それもしっかりつけていきましたよ、ね、まあ、3着だけど、はい、乗れなかったけど決勝に、ね、まあ、前回立川もそうだったんですよ。立川も準決勝3着に泣いているんですけども、うん、これあの7社立ての準決勝3つで3着選手ってなかなかいろんな思いがありますよね、うん、まあ、だから普段成績上げてないとね。そうなん、そこにつながってくるんですね、うん、日頃狙った選手は厳しいよね、はい、うん、赤塚優斗も1人で行くという今日最終日。ただ決まり手も示すようにまくりの足持っていますので溜めてくれば一発という、まあ、先方の幅の広さは増田選手の方がねありますけれども、うん、赤塚だってこれまた溜めて一発狙ってくるかもしれませんが、地元地区の選手です。山形の赤塚優斗7番車は1人という選手紹介でした。ではこの後はピックアップ選手見ていきます。埼玉の土屋雅人選手です。この人が、まあ、今回最は3日間期待を集めて優勝できるかどうかという存在であったんですが、昨日の準決勝で大きく敗れてしまいました。で今日はこの最終日7レースで人気にしっかり応えられるかどうかという感じですが、結構動ける選手他にもいますがそこを警戒してもラインで関東勢で3人でと期待競争です。オール競輪新聞は1番土屋、2番永井、その後3番の大橋で関東3人にもう点数順に印がついています。あとは4番中井と6番の植草、今日ラインを組む2人、4番6番両者にも印がついています。ではこの後は藤巻のボルさんお願いいたします。はい、あ、ここですね、うん、まあ今日は土屋のね、はい、今日の分まで、うん、
頑張るというね、はい、断然人気に応えていきたい最終日。抜かれてもいいからちょっと、ね、大きなレースの方がいいよね。そうです、最近なんかちょっとレースがちっちゃめだもんね。構えてますかね、まあ、ライン3人ですがしっかり動いて大橋選手も含めてその3人で決めていけるかどうか、まあ、土山里が人気を集めております。さあラストもう1点見ておきます。藤巻さんは1番2番埼玉東京勢でしたがここは長車券でいかがでしょうかということで、まあ、土屋選手もちろん中心のようですがここでは5番車の増田俊明選手を絡めて1番5番をそこからちょっと狙ってみたいという感じになっています。ここも結構穴人気になってますんで要チェックかもしれませんがご紹介しました。第7レースは A 級特選、まあ、いよいよ決勝戦の前のレースまで来ました。この後発走予定時刻22時50分です。
まもなく第7レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では第6レースの結果が出ております。人気の中部勢、先行した富山の松田大選手をしっかり追い込んだ岐阜の今藤康弘選手でした。ライン3番手続いてきた埼玉の小島正明選手で、そのライン3人の決着は人気通り、3連単も1番人気で決まった競争でした。6レースご覧のように決まりました。さあ、この時間もプレゼントのご案内です。今シーズン、開催ごとに毎日のプレゼント、日替わりのプレゼントの他に月替わりで毎月のプレゼントもご用意しています。それが美味しいお酒なんですけれども、今月はこちら、4月のお酒のプレゼントは日本酒です。道南七飯町の酒蔵函館醸造さんのこの五宝という日本酒をご紹介しています。こちらなんですけれども、美味しいお水と美味しいお米、こちらは北雫という酒米、北海道米を使っていまして、きりっと美味しいうま口のお酒です。今月は4月のお酒、こちら五宝をプレゼントいたします。飲んでみたいという方はこの後応募のご案内ありますので、ぜひ最終レース終わった後までお付き合いください。今月はこの日本酒プレゼントをご用意しております。ではこの後は第7レースになります。実況でお伝えいたします。開催3日目、最終日の競争も終盤戦に向けて進んできています。残る競争はあと3つです。このあと2つ決勝戦がありますが、その前に第7レースは A 級の特選です。対戦メンバーがスタート地点に集まってまいりました。では順番にそのメンバーをご紹介いたします。1番埼玉の土屋正人、2番東京の永井優斗、3番栃木の大橋徹、4番大阪の中井祐介、5番静岡の増田俊明、6番千葉の植草涼介、7番山形の赤塚優斗、以上のメンバーの対戦です。今日2つ目の A 級特選競争になります。第7レースも距離1625メートル、バンク4周回、先頭誘導員は紫隆選手です。発送いたします。選手が前傾姿勢に変わりました。号砲が鳴りまして、第7レース A 級特選のスタートです。まずスタートは1番の土屋正人が出ました。そして4番の中井祐介、そこをかわしていきそうです。2番永井優斗と3番大橋徹、人気の関東勢3人前でまとまっていくようです。一旦下げて4番の中井、その後ろは6番の植草涼介の追走になるようです。あと後ろからは5番の増田俊明と7番赤塚優斗です。各選手が1周目、第4コーナー回ってきまして、これからレースの方は2周回目に入っていきます。まず前から1番の土屋正人です。今シリーズの優勝候補の1人だったんですが、昨日の準決勝を突破できなかった土屋、この最終日、この7レースで人気を断然集めています。後ろをつけていくのは2番永井優斗、この人も初日特選メンバーです。埼玉東京の2人、その後ろがベテランの3番大橋徹、1番2番3番と並んで、その後中段から4番の中井祐介です。後ろ続くのは6番の植草涼介です。元千葉の先輩中井、その後ろをつける6番は植草、ラインを組んで最終日です。残り2周切って短期2人はともに縦の足を持っています。5番の増田俊明と7番赤塚優斗、まず動いて4番の中井が出ました。そこを出して1番の土屋は下げて5番手からどう巻き返していくでしょうか。
今ダッシュオーレ人気の関東勢は後方に一旦下げていますが、さあ土屋がもう反撃をしていくでしょうか。前の様子を見ていますが、4番中井雄介の先行で最終周回にこれから入っていきます。短期勢中段から3番手で5番の増田俊明がいまして、7番赤塚優斗を追っている。そして1番の土屋雅人が今後方5番手ですが、まくれるかどうか。まだ体勢一本になって土屋後方どうなんでしょうか。最終3コーナー通過して先まくり7番の赤塚ですが、さあもう反撃です。1番の土屋迫ってくる、前粘る4番の中井雄介ですが、直線コース一気にここは捉え切っていく。1番の土屋雅人ゴール、土屋先頭でゴールの後は3番の大橋と2番の永井、関東勢上位に来ていますが、どうでしょう。最後捉え切った土屋雅人、その後は大橋、徹、永井優斗、関東の3人ではありますけども、並んだ順番ではなかったのか。そのゴールシーンは最後直線1番の土屋雅人1着の後、3番車大橋、徹が2着に入っていまして、2番永井優斗。第7レースの最後のゴールシーン、1番、3番、2番の順で入っております。土屋1着の後は3番大橋が差し込んで、2番永井は3着のゴールとなっているようです。この後の決定放送をお待ちください。ただいまより第8レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手および先頭員は出走表の通りでございます。決定。1着1番、2着3番、3着2番。バンクでは次の第8レースの選手紹介が始まっています。 A 級チャレンジの決勝戦です。まず1番、5番、この2人は照井力人と河野純吾です。そして3番、7番、埼玉のコンビ中山博人、天沼正樹です。あとは4番、2番、6番でラインができていたようです。茨城、栃木の3社は4番、大阪城、2番、松田雄一、黒田充が3番手回るようです。8レースはラインが3つになりました。1番の後ろ、5番、3番には7番、4番の後ろ、2番、6番が続いていたようです。チャレンジの決勝戦、8レースはこの後発走予定、23時10分です。では第7レースの決定です。 A 級特選、1着1番土屋雅人、2着3番大橋徹、3着2番永井優斗。払い戻し金2社単は1番から3番3930円、6番人気。3連単は1番、3番、2番の組み合わせ5480円、11番人気。その他はご覧の通りとなっております。では次の第8レースを見てまいります。今日最終日、メイン競争の一つです。チャレンジの決勝、ご覧のメンバーが勝ち上がってきました。121期生が3人、1番照井、3番中山、4番の大阪、121期生3人がラインの前を回るレースになりそうです。さあこの時間もスタジオには藤巻昇さんがいらっしゃいます。よろしくお願いします。お願いします。まずさっきの7レースはどうだったですか。まあね、土屋は力あるよね。はい、力あるけれどもね、ちょっと門をつけるんだけど、はい、もう少しやっぱりレースの組み立てがね、後ろのことをあれだけ力あったら後ろのことを考えた方がいいかもしれないね。そうなれば並び通り入ってきたでしょうけれども、うん、ちょっとずれましたね。後輩となりましたからね、まあ、開いたからね、4コーナー開いたからね、ああなるね、うん。さあではこの後は決勝戦を見ていきます。まず8レースチャレンジの決勝、ご覧のメンバーなんですけども、今回最121期生力強いですね。そうなんですね、これね、今画面でもご紹介していますが、1番車、3番車、4番車とその3人がラインの前を回っての勝負になっていきます。中でも連勝での勝ち上がりは岩手の照井力人と埼玉の中山博人です。ただ今回2着2着と言いながらも、大阪城選手の走りも印象、ね、強いですよね。
まあスタートは早いしね、粘り強いし、照井に行きのまぐられたけども、はい、2着と粘ってるもんね。果たしてこの決勝でどういった勝負になるのか大注目なんですが、うん、ではオッズ画面です。1番手の照井力人選手が1番人気になっています。で今日は5番、神奈川の河野純吾選手のマークです。1番5番ももちろんラインでは人気になってますが、まあ、その前に1、3とか1、2というところが人気になっています。まず照井と中山で1番人気のようですが、さあこういったオッズもチェックしながらなんですが、これどういったレースを考えたらよろしいでしょうかね。照井がね、はい、昨日の、ね、レースみたいに11秒4のね、はい、脚力出せれば、もうこれ出るでしょうね。昨日の一番時計でまくり切っていますけども、まあ、その照井の番手は神奈川の河野純吾選手ですんで、もうね、地区違いますし、昨日のように地元勢後ろとまた違いますからね、うん、まあ、気楽に走れるんじゃないですかね。さあ相手、まあ、同じ121期では3番中山博人、まあ、1331と折り返しも含めて注目なんですが、うん、中山博人選手も今回、ね、力強い競争してますね。そうですね、まあ、昨日先行して1着ですしね。前走前橋ナイター完全優勝から今回も連勝できています。中山には同じ埼玉で天沼雅紀選手のマーク、この元北海道の天沼選手も渋いレースしてますね。ねえ、なかなか横もできるんだよね。まあ、あの結婚を機に埼玉の方に移ったと聞きましたけど、もう、ね、10年以上前までは北海道の選手だったという天沼雅紀です。さあそして4番大阪ジオラインが3人ですね。はい、大阪選手その3人で相手同期生相手にやっぱり先行基本というふうに考えるんでしょうかね。スタート早いからスタートって、はい、あるのかな。大阪は前走四日市ナイター優勝はまくりを決めていたようです、うん、ただまあ先行基本のレースは まずそこを考えていくでしょうが、うん、ただ大阪の番手の2番松田雄一選手が結構人気上位になってますね。松田ね、うん、先輩だからね。そうですよ、うん、まくりもありますからね、うん、よりチャンスはあるのではないかというふうに見られております。今回追加で来てくれたわけですが、その大阪松田の後ろは6番黒田満、黒田選手も昨日4着から勝ち上がったのはこの人なんですけれども、うん、ね、渋いレースでまとめてきましたね、はい。まあ、今回兄弟参加になった開催でお兄さん黒田満決勝まで来ております。さあ新人同士、まあ、新鋭の選手1、3、まあ、この照井と中山でまずは人気なんですが、3連単も、まあ、1、3、2、あるいは1、2、3、そしてまた1、2、4という組み合わせが人気になりますが、力勝負、まあ、そのオッズが示すような感じになるんでしょうか。ではこの後はピックアップ選手見ていきます。岩手の照井力人選手をご紹介しております。まあ、今開催ここまでのレースは、まあ、本当に力を発揮してますね。そうですね、来季 A 級2班に上がる前に、まあ、本当に足的には9連勝もできるそんな選手なんですけども、うん、今回はここまで連勝できて決勝戦一番人気になりました、ね、昨日ね大阪の先行をね、うん、一気のまくりだからね、はい、相当足があるんでしょうね。ね、まあ、今回岩手勢はこの後最終レース登場の後藤優選手も優勝候補ですので、うん、まあ、岩手の選手がこの8、9と両方取る可能性もあるわけですが、うん、まずは照井選手がこの8レースで最も注目を集めております。では予想です。オール競輪新聞は照井選手本命の後、今日番手を回る5番河野純吾、この人に対抗の印、まずラインで1番5番という印になりました、うん、そして2番松田、4番の大阪、3番の中山という順番のようです。では続いては藤巻昇さんに狙い目を出していただきます。はい、うん、藤巻さんも照井力人選手ですね、うん、そうですね、もう照井からですね。まず一番上はラインで河野純吾選手に印がつきました、はい、河野選手は去年4月このバンクナイターでは準優勝でしたけども、うん、照井のダッシュにつくのはね楽じゃないと思いますけれども、ちょっとそれ心配なんだけど、ね、まずはラインですんでね、うん、そこ1番5番でその次2番目1番2番、うん、これも結構人気サイドでしたね。先行してる時だよね。そう、大阪の番手で松田雄一ですからね、うん、これも十分ありそうな感じで、3番目の方は1、3、
まあ、こちらが今一番人気になってまして、うん、中山選手も当然優勝争いどういう風に考えていくか注目なんです。ロングもがきできるもんね。はい、長く踏める中山宏人、うん、中山はサッカーから転身、大阪はアイスホッケーから転身という、まあ、いろんなその経歴がある中での競輪選手になってるわけですが、うんね、いいねでもねそういうのね、うん、河野選手もねスポーツやっててね、うん、まあダメなら競輪行こうかっていうのね、そういう道があるのはね、うん、ぜひそんな選手がどんどん出てきてほしいですが、ね、さあではラストもう1点見ておきます。8レースはボックス外で狙ってみてはいかがでしょうかとなりました。1番2番4番です。照井力人とあとは茨城の2人という組み合わせ、これは三者ボックスで考えているようですが、やっぱり照井選手を中心に見るのはここでもという感じがありますが、ただ松田雄一と強靭な粘りの大阪城いますので、1、2、4、この3人をご紹介しております。さあ今日の注目のレースです。チャレンジ決勝戦8レース、この後発走予定時刻は23時10分です。
まもなく第8レースを迎えます。ご投票ありがとうございました。画面では一つ前の第7レースの結果が出ております。埼玉の土屋雅人選手が後方からまくりを決めて1着、その番手を回っていたのは東京の永井優斗選手だったんですが、栃木の大橋徹選手の方が2着に食い込んできています。土屋、大橋、永井、関東勢3人での決着ではあったんですが、この順番で入っての少し後輩となったレースです。 A 級特選7レースの結果ご覧のようになっております。さあこの時間はこちら北海道限定品、今夜も少しご紹介をしたいと思います。まあ、今日のプレゼントでもご紹介しているんですけども、こちら美味しい根室のサンマ丼、こちらを今日のプレゼントでご紹介していますので、ちょっと道東の、まあ、北海道東部の名物丼をいくつかご紹介したいと思います。こちらいろんな丼あるんですが、釧路には和商市場の勝手丼が有名ですし、帯広は豚丼がもう大人気です。あと網走にはオホーツク網走ザンギ丼というのがありまして、オホーツクサーモンを使ったザンギ、これがゴロッと乗った丼がご当地丼となって注目です。こういった道東の名物丼がある中で、今回は根室のサンマ丼、お家で簡単にできるこの商品をプレゼントでご用意しています。後ほどまたチェックしてください。ではこの後8レースです。実況でお伝えします。第8レースを迎えます。北海道の函館競輪場、今夜のミッドナイトもいよいよメインの競争を迎えます。まず8レースは A 級チャレンジの決勝戦です。勝ち上がった7選手がスタート地点に集まってきております。ではチャレンジの決勝メンバーを順番にご紹介いたします。1番岩手の照井力斗、2番茨城の松田雄一、3番埼玉の中山博人、4番茨城の小坂城、5番神奈川の河野純吾、6番栃木の黒田満、7番埼玉の天沼正樹、以上のメンバーの対戦です。 A 級チャレンジの決勝戦、第8レースは距離1625メートル、バンク4周、先頭誘導員は門馬拓磨選手です。発送いたします。さあ各選手構えていきます。号砲が鳴りました。第8レース A 級チャレンジ決勝戦のスタートです。まずは2番の松田雄一が前に出ました。そして1番照井力斗、その後からは4番小坂城です。少し空きまして3番中山博人、その後ろは7番の天沼正樹が続いていきます。上がっていくのは5番河野純吾、6番の黒田満です。3コーナーから4コーナーへ、まずは1周回目進んでいきますが、この8レースラインは3つ、3分線、121機の新鋭レーサーが各ラインの前を回っていくようです。まずは4番の小坂城です。前走四日市のナイターではまくりを決めて優勝していた大阪、その後ろが2番松田雄一、この人も決め手を持っていまして番手有利という展開あるかどうか。6番黒田満、今回は兄弟参加でこのお兄さん決勝に乗ってきました。そして中段からは1番の照井力斗、この人が優勝候補の筆頭です。連勝で勝ち上がってきました岩手照井には今日神奈川の5番河野純吾のマーク、そして早めに動いてきた3番の中山博人です。埼玉中山も連勝できていますが、後ろは7番の天沼正樹が追走して前に出ていきます。残りはもう2周を切っていまして、3番の中山博人、
さあ別戦は同期生相手になりますが、1番の照井力と来ています。内側には4番小坂城、その小坂を抑えていく1番の照井、今打賞8レースのチャレンジ決勝戦ライン3波の攻防ですけれども、3番の中山博人後ろを気にしています。前々から先行勝負になっていくでしょうか。3番手以下並走で内側に抑え込んで、4番の小坂城を抑えて1番の照井力斗がどこか強引に位置取り合っていますが、今小坂もここは来られて1番の照井をどかしてまくろうとしていますけれども、まだ並走が続くのか。最終3コーナー4番小坂城がまくって1番照井は後退していますが、さあ追ってくる2番は松田雄一、先頭を粘る3番中山博人、直線コース、そこを捉えて4番の小坂城、小坂が優勝でゴール。あとは2番の松田雄一、茨城のコンビです。優勝は大阪城、位置取り切ってまくり切っていきました。1番照井との並走が続いていたんですが、こじ開けて後位3番手から4番の大阪城、2番の松田雄一と決めております。1番照井力とは位置を取れず、決勝戦は苦戦しました。4番2番と入った後は逃げた3番の中山博人もよく粘っていますが、3着以下は接戦になっています。まずは4番2番でのゴール、その後は接戦なんですが、埼玉コンビ3番中山博人がわずかに踏ん張ったのかどうか。ただ天沼もそこに食い下がってきております。今より第9レースの選手紹介を行います。紹介中の出場選手及び先頭員は出走表の通りでございます。チャレンジ決勝決定、1着4番小坂城、2着2番松田雄一、3着3番中山博人。バンクでは最終の第9レース A 級決勝戦の選手紹介がもう終わろうとしていますけれども、ライン2つになりそうです。1742、北日本勢は後藤優、森田浩二番手を回って金沢浩二、丸山高秀、もう一方は356という並びになっておりました。小池千秋、その後ろが広田敦志、清水博之となるようです。最終9レース、この後発走予定は23時30分です。では第8レースの決定です。 A 級チャレンジ決勝戦、1着優勝は4番小坂城、2着2番松田雄一、3着3番中山博人。払い戻し金2社単は4番から2番2310円、10番人気、3連単は4番2番3番の組み合わせ8500円、33番人気、その他はご覧の通りとなっております。では次の9レース、最終レースになります A 級の決勝戦、このシリーズご覧の7選手が勝ち上がってきております。そしてこちら選手データですけれども、その中で今回2連勝、予選から1着1着というのが地元の7番車森田浩二選手です。この後また並びチェックしていきますが、その前にスタジオには藤巻昇さんいらっしゃいます。よろしくお願いします。お願いします。まずさっきのチャレンジ決勝戦はいかがご覧になりましたか。いや大阪はね、うん、味なレースするな、ね、3番手以下並走の状態から、うん、こじ開けてまくっていきました ね。なんか展開的には照井選手が抑え込んでそこからまくるかと思ったんですけども、うん、それ以上に大阪選手がうまくて強かったですね。いや照井もね、うん、ああいうレースしてると、はい、上に行って苦しいな。あそうです、力だから自分の力の出せる仕方を知らないよね、まだね。うん、大阪城優勝となったチャレンジの決勝戦でしたが、うん、さあこのラスト9レース A 級決勝戦も楽しみなメンバーが乗ってきましたね。はい、でライン的には後藤優と小池千秋で2分戦という感じになりそうなんですが、はい、
北日本勢4社揃いましたね、うん、で特に番手が地元の森田浩二選手、まあ、これはもういろんなね周り の, そのサポートもあって番手もあって頑張れというそういうラインになってますね、うん、昨日ね、ちょうどあのなんつうの位置が決まった時にちょっとあったんだけどね、はい、そしたら神妙な顔つきをして前で回してもらうことになりましたって言うんですよね、うん、で結果1番人気ですよ今、うん、7番から4番これ後藤優の後ろ森田浩二と金沢浩二、まあ、共に昨日準決勝いいレースをしてましたからね、うん、2、3番手を回って1番人気ただ7、1も人気ですんで、まあ、後藤優もしっかり動いていくという競争になります。さあこれに対して、まあ、北日本勢は4番手で折り合った2番の丸山選手の存在も大きいんですけどね。いや丸山はね、うん、やっぱりあんまりピンとこない選手だなと思ってたんだけど、はい、今日の、ね、この並び見るといやあの今まで、うんうん、義理と人情の熱い男だね、本当なんかいや偉いなと思って鳥肌立っちゃったね。そうでしたか、彼に89期の同期森田浩二この地元バンクで、うんね、優勝のチャンスをまあ、作ったとは言いませんけども、そういう風な並びを、ねうん、あの考えて、まあ、自分はね、うん、あの後藤と志望同じだしね、はい、で点数も上だから、うん、主張できるんだけどね、はい、偉いね、まあ、この折り合ったことがまた、ね、次につながって今度はまた丸山選手が、ね、いい位置を回ることがあれば、ね、いいなと思いますけれども、うんうん、だから森田はそれに、ね、答えてもっともっと強くならなきゃいけないね。そうですよ森田選手、今日の放送冒頭でも言いましたけど、もしこれ勝てば15年ぶりの地元優勝ですんでね、うん、そんなこと言わないで、もうこれからどんどん話せばね、数多くね丸山とかの気持ちがね、はい、答えれるね、さあ一方で3番の小池千秋選手に中部勢がつける、この並びも要チェックじゃないですか、うん、まあねこれ面白い並びだけどね、はい、まあ空いてるからついたんだろうね、うん、広田敦史も実戦気配はいいだけに、うん、全くと、地区違いますが栃木の小池千秋に三重の広田敦史で3番5番、まあ、ここも5番車はちょっとまあ人気の一角そんなオッズにも見えるんですが、うん、清水宏之ベテラン選手の奮闘も今回ありましたからね。56歳で決勝に来た清水、まあ、前回も四日市も良かっただけにその引き続きという感じなんですが、まあ、年齢を考えると素晴らしいという3日間になるか、この決勝は小池広田の後ろに清水選手が続くようです。さあ71、74と人気の後、まあ、この森田選手がこの並びになっただけに人気が集まってきてますね、はい、期待通りいけるかどうか、まあ、こういうもちろん人気のプレッシャーもありつつ勝つってのは大事ですからね、はい、なんとか地元でこういうプレッシャーかかった時で、はい、力をね、うん、出せるようにしないと、上に行っても役に立たないよね、はい、じゃあ続けてピックアップ選手予想へと移っていきます。ピックアップ選手はそのラインの前走ります。岩手の後藤優選手、後藤選手は勝てば3連覇、ここ2場所優勝してますからね、はい、非常に強い選手、特に昨日準決勝なんかは文句なかったですね、はい、ああいうレースをまた今日も、ね、していくかという感じですが、次期 S 級また復帰の後藤優です。でその後ろを回る7番車森田浩二と、そういう風な予想になるんでしょうか。オール競輪新聞、まあ、地元予想紙は1番7番で本戦、そして3番の小池、5番の広田、4番の金沢という順番で印がついているようです。さあでは続いては藤巻昇さんに今回の開催最終レースです、狙い目をお願いしたいと思います。はい、で森田からね、はい、もうこの北日本の気持ちをね、うん、あれ踏んだらもうこれしかないでしょ、7番車を もしダメでも納得いいよね、はい、そうですね、うん、まあ、しっかりこれ結束して番手生かしてほしいという感じです。7174そして73まで上げていただきました。さあラストもう一点見ておきます。こちらはボックス外でいかがでしょうかとなりまして、うん、別線の方ですね、5番6番、まあ、中部勢小池とうまく連携できるかという5番車これは三重の広田、そしてベテランの清水選手もそこにまた続いてくるかどうかという感じなんですが、1番の後藤優561と出ております。そして今回、まあ、開催の3日目ラスト最終日の最終レースはいつもこれ運試しでラッキーナンバー数字を出しています。もしこの
あと出る数字の車番の選手が優勝の場合は後ほどプレゼントのご案内をしたいと思います。去年は何度かこのラッキーナンバー的中があってプレゼントを差し上げるシーンがあったんですけれども、さあ今回のラストはどんな数字が出るでしょうか。ちょっとご注目ください。この箱の中に7つ数字が入っていますので、ちょっとかき混ぜて1個選びます。出た車番の選手の優勝がなればというところなんですが、じゃあ参ります。こちらにしましょう。はい、7番の森田浩二選手の車番出ましたんで、あの人気通り、あの森田選手優勝ならば後ほどこのラッキーナンバーのプレゼントもあのご案内しますので、7番車ご注目ください。今回は1番人気の選手の車番出ましたんで、ちょっとこれは、注目は必要かもしれませんが、今回のはい、ラッキーナンバー7番車出ました。この後レースの方ご注目ください。最終レース、この後発走予定時刻は23時30分です。
まもなく最終の第9レースを迎えます。今シリーズ3日間ご投票ありがとうございました。画面では先ほどの第8レースの結果が出ております。チャレンジ決勝優勝は茨城の121期生小坂城選手でした。2着は松田雄一選手、茨城のコンビで決まっていまして、3着は NF2 競輪アプリやウィンチケット杯、その最後最終レースをまもなく迎えようという時間なんですが、この後の開催のご案内です。来週は今年初ナイター開催です。今度は来週の木曜から3日間 F1 戦のナイターですので、ぜひ競輪場にもご来場ください。ですぐにその後5月はこちらミッドナイト競輪、今度はこの5月のミッドナイトはガールズ競輪もありますので楽しみにご覧になってください。そしてその後が5月の注目レース記念競輪です。五稜郭杯争奪戦は5月の半ば、ご覧の日程での開催となります。この後の熱戦もどうぞ画面越しに、あるいは競輪場でご観戦ご来場よろしくお願いします。ではこの後はラストです。9レース A 級決勝を実況でお伝えします。さあ最終レースの決勝戦を迎えます。 A 級決勝、もうメンバーはスタート地点に集まってきています。では勝ち上がってきた7名の選手を順番にご紹介してまいります。1番岩手の後藤優、2番秋田の丸山隆秀、3番栃木の小池千秋、4番福島の金沢浩二、5番三重の広田敦史、6番愛知の清水博之、7番地元北海道の森田浩二、以上のメンバーの対戦です。最終の9レース A 級決勝戦、このレースも距離は1625メートル、バンク4周回、先頭誘導員は中村幸之助選手です。各選手が構えていきます。最終の9レース、今号砲が鳴りましてスタートです。 A 級の決勝戦、7番の森田浩二がまず出ました。そして1番の後藤優、あとは2番の丸山隆秀、4番の金沢浩二です。北日本の4社が前に出ていって、その後後方からが3番小池千秋です。この決勝戦、小池には5番広田敦史がつけていくようです。6番の清水博之、大きく2つラインができていきます。前から1番後藤、後ろから3番の小池です。競争はこれから2周回目に入っていきますが、まず前から1番の後藤優です。勝てば3場所連続の優勝になりますが、しっかりと動いてラインで決まるという競争になるかどうか、岩手の後藤。その後ろ番手回りになりました7番の森田浩二、今回の地元戦は予選から2連勝、勝てば森田、この地元バンクですと実に15年ぶりの優勝となるのかどうか、1番人気になりました。そして4番金沢浩二、続いて2番の丸山隆秀が折り合って4番手です。一方後ろから3番の小池千秋、この人もいい足を持っていますが、まず動くようです。そしてその後中部勢の追走なんですが、前からは1番後藤優がその別線を睨んでおります。3番の小池も出ていこうとはするんですが、睨まれて依然後方の5番手、その番手回りになっている5番の広田敦史も先行幕の足を持って、ベテラン6番の清水博之が最後方。今打勝 A 級の決勝戦ライン2分線で、前からもう突っ張って1番の後藤優が逃げていくようです。3番の小池千秋、後方の5番手、そこを睨まれて出ていけないでしょうか。残り1周切ります。さあ番手絶好の展開です。7番の森田浩二、
1番後藤優逃げて7番森田番手です。そして4番の金沢追走ですが、後ろから3番の小池千秋まくってくる。さあそれを見て番手からは7番の森田浩二がじっくりと今ラストスパート、最終3コーナーから4コーナーへ、さあ前に踏んでいく。先頭に変わる7番の森田浩二、追って4番の金沢浩二ですが、さあ7番の森田浩二地元優勝、いや並んで4番の金沢浩二、金沢か7番の森田浩二並んでゴール。最後は接戦です。どうでしょう、後藤優の番手から早め先頭の森田浩二でしたが、3番手回り4番金沢浩二も差し込んできています。最後は並んで入ってきたか、その直線のシーンです。別線の3番小池千秋はまくりきれず、先手ラインで決まったようなんですけれども、最後の最後森田と金沢並んで入ってきました。ラインの3番手の4番金沢浩二の方でしょうか、7番の森田浩二地元優勝まであと一歩だったんですが、4番から7番、そして2番の丸山貴秀、どうやら4番7番2番の順のように見えますが、A 級決勝戦が終了しております。岩手の後藤優の後ろからその3人、番手森田ではありましたが、さらに後ろから金沢浩二が差し込んだようです。福島金沢浩二の優勝でしょうか。このバンクでも何度も優勝がある選手ですが、最後の最後ゴール寸前、地元の森田浩二をかわしたように見えております。今シリーズの最終レース A 級決勝戦、まもなくしますと決定放送が入るかと思います。競輪アプリはウィンチケット杯 A 級決勝決定。1着4番金沢浩二、2着7番森田浩二、3着2番丸山貴秀。最終第9レースの決定放送が入りました。1着4番、2着7番、3着2番と出ております。さあこの後画面変わりますと払い戻し金の発表となります。では改めてお伝えします。第9レースの決定です。 A 級決勝戦、1着優勝は4番金沢浩二、2着7番森田浩二、3着2番丸山貴秀。払い戻し金2社単は4番から7番2860円、10番人気。3連単は4番7番2番の組み合わせ8570円、21番人気。その他はご覧の通りとなっております。今シリーズ3日目最終日、最終レースまで終了しました。では放送席をご紹介いたします。さあ今日最終日、この時間も残っていただきました藤巻昇さんです。よろしくお願いします。お願いします。最終レース決勝いかがでしたか。森田残念で悔しいだろう ね、あと一歩、やっぱり人いいんだよね、うん、まだ行かなくてよかったのにね。そうでしたか、うん、番手周りからもう後ろをね、うん、もう別世の方も完封してるわけですからね。もうまあしょうがねえか、あいつのね、はい、あれがまたいいとこな。そうですか、ね、うん、まあ、あのまた、ね、地元戦もあるでしょうし頑張ってほしいですが、今回は1着1着2着でまあ、準優勝だったと森田浩二選手ですが、もうちょっとずるくて走ってもよかったんだね。そうですか、まあ、でも後藤優選手しっかりとレース作ってくれましたからね、うん、はいはい。まあ、後藤に乗っての後ろ3人で決まったわけなんですが、うん、いやあなるともう別戦の小池選手の巻き返しは相当苦しいですからね。まあね、後藤がもう自分はダメのつもりでいるからね、覚悟でも言ってくれましたかね、うんうん、でも願ってもない番手になった森田浩二、うん、当然本人もね4コーナー夢見たでしょうね。いや、うん、やっぱ力入っちゃうのかな、うん、まあ、よくわかるけどね、勝ったと思った時に足がなんか三角回るのね。あ、そうですか、うん、まあ、地元で本当に久々の優勝のシーンがもう見えていたと思いますけれども、ね、うん、まあ、惜しくも2着、まあ、ただ勝った金沢浩二選手もねしっかりとレースしてますんでね、うん、やっぱり金沢選手浩二だったんだな、うん、森田浩二ではなく金沢浩二の方だったというのは今シリーズ、うん、いやーミッドナイト、ね、今回のこの開催が終了しましたが、いやあの3日間なんとか無事に終わってよかったですね。そうですね、はい、
ちょっと前回は楽勝なかったですね。楽勝あ今回は幸いなかったんですよ、ね、写真判定は結構あったんですけども、うん、なんとかあの楽勝ないのは一番何よりですので ね、いや良かったです、うん、あの前回は最終日最終レースでちょっとね残念な落車あって失格があるということで終わってしまったんですが、今回はなんとか無事に、まあ、今日終わりましたんで、いや、また次回祭以降今回のね頑張った選手にも今後期待をしたいということですけども、今回はチャレンジの方は茨城の小坂城選手、うん、アイスホッケーから競輪に来た選手なんですけども、ね、力強い、ね、なかなかねさばきいいさばきしてるから今後面白いね。そうですね、予選準決勝は力強い粘り強さがありましたけども、うん、今日はなんか新たな一面出ましたよ ね、あれをどんどん磨いて、うん、ね行って S 級目指してほしいね、うん、そして最終です A 級の決勝の方は福島の金沢浩二選手が最後決めたという開催になっています、うん、まあ、ただ今回もまた前回同様北海道勢地元選手の見せ場も十分ありましたんでね、うん、今回ねみんな頑張ったね。ですんでまた次回祭も地元勢に期待という感じですが、うん、ただあと一歩優勝はならずという、まあ、前回は開幕戦は荒沢隆が繰り上がっての3着で今回は森田浩二がもう惜敗ですね2着準優勝という、返せないですもん残念だね、うん、北海道勢次回祭以降優勝なるかまたその辺も楽しみに、ね、見ていきたいですけども、さあその次回はこちら今回ミッドナイトの後はいよいよ今シーズン初のナイター開催です。サンスポーズバット杯有冠富士杯争奪戦がこの後来週の木曜からになりますがこちら行われます。いつも4月の下旬のこの F1 ですと富士巻杯なんですけれども、うん、これちょっと時期が変わりましたんで、はい、今回はこのメンバー日程で行われますサンスポーズバット杯有冠富士杯で次回 F1 戦です。これメンバーがちょうどすぐ後に平塚ダービーありますんで、はい、そのダービーに行かない、まあ、行かない選手による F1 ですので結構力拮抗しているメンバーなんですよ、うん、そうですね。ですんで優勝戦線は混沌とした感じになりそうなんですが、まあ、ぜひ次回祭今度は来週の木金土の3日間ですので4月の月末の開催ナイターでお楽しみください。もちろんこの画面越しにライブ中継もお送りしますけども、次回はナイターですので競輪場でも観戦できますのでぜひお越しになってください。まだ桜が残っている時期だと信じてますけれども、うん、多分残ってるでしょうね。まあ五稜郭のお堀に、うん、ね、花いがなんだって桜吹雪ですか、はい、それもいいですけどね、うん、一応昨日満開になってまだ今週末週明けまでは桜残りそうな函館ですんで、まあ、木曜まであるかどうかはなんか冷えるっていうからちょっと持つんじゃないですか。あ、まだちょっと肌寒いですからね、うん、まあ、ですので春満開の函館を感じながらこの競輪場の方にもナイター競輪次回祭は競輪場でのレース観戦もできますのでどうぞお越しになってください。ミッドナイトの後は次回祭はこのナイターの F1 となります。でその後も熱戦続いて結構日程きつくなってまして、この後がすぐまたミッドナイトがあってガールズも楽しみなんですけども、もうなんか福島さんこれ5月の記念競輪もあっという間な感じがします ね、うん、早いですよ ね、開幕してもう1ヶ月で記念競輪です。今年はこの記念の後に藤巻登る杯がある予定ですのでまたその辺も楽しみにしたいんですけれども、ダービーを経てこの記念に来る選手もいるわけですので、我々はしっかりこの後5月の、ね、頭の平塚の日本選手権もチェックして記念競輪を迎えたいです ね、まずその前の開催も大変ですけど、また皆さん次回祭以降もよろしくお願いします。今度はナイターですとスタジオ出演は後半のレースになりますので、ね、入念に取材もされて後半来ていただくようになりますので、はい、またお願いしたいと思います。ではお別れですね、最後に一言画面越しにいただけますでしょうか。まあ、本当に森田かわいそうだと思うんだけど、まあ、次ね、うん、目の前でレース見れますから、はい、よろしく、はい、皆さん、また皆さんには後半のレースナイターの場合は出演お願いしますのでよろしくお願いします。ここまでのお相手スポーツ報知競輪評論家の藤巻昇さんでした。また来週もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。来週は木曜から3日間の開催でまたお世話になります。藤巻さんとはここでお別れとなりました。さあミッドナイトが続きまして、まあ、開幕戦が前回で今回は2場所目の、まあ、その新年度のスタートになっているんですけども、いや正直私ミッドナイトは時間的にきつくてもうギリギリなんです。なんとかあと残り時間お伝えしてお別れしたいと思いますけれども、普段ナイターの方が時間は長いんですけれどもその時間慣れてますんで、夕方から夜に
じっくりと一個一個レースをお伝えできるのはナイターの方かなと思いますので、なんとかあの次の開催、まあ、来週の F1 戦はよりまあしっかりとお伝えできればいいなと思います。ミッドナイトの場合本当に慌ただしくレースが進んで終わってしまいますので、ちょっとそのあたり私も追いつけない状態で3日間終えた感じになりますので、ちょっと本当に終始ふわふわした感じになって、あの聞き苦しいかもしれませんが、なんとか無事に終わりましたので、あの今後ともあの今度は本来のナイター開催ですのでよろしくお願いします。さあでは残り時間はプレゼントなどもご案内して、はい、あのお送りしていきます。このプレゼントですが、あの開催ごとに競輪場からいろいろ、その他にも投票サイトからもありますけれども、私こちらからはあのちょっと、まあ、ほんのちょっとですけども気持ち程度のプレゼントを毎回ご用意しています。皆さんによりこの画面越しに北海道を感じてもらって、できれば競輪観戦旅打ちで北海道や函館へ来ていただいて、さらに北海道旅行もということで、そんなヒントになればということでいろんないいものを探してきているんですけれども、まあ、そのプレゼントコーナーですが、こういう感じでお送りしています。お一つどうですかということで、まあ、こういう感じでハガキでご参加をいただこうということで毎回お願いしています。開催日毎日、まあ、今シーズンもこの後10月までですと60日以上開催あると思いますので、その毎日何かしら探してきますので、あの北海道のいいものを皆さんもチェックしてください。でこの応募はおハガキで、あの年賀状余っていたらそのハガキを使っても結構ですので、あの競輪場までお一つどうですかの係でお待ちしています。締め切りもゆったりとお待ちしてますので10日ぐらい、まあ、今日の分も今月いっぱい、5月に入っても届けばなんとか抽選間に合うようにしたいと思ってますが、まあ、余裕を持ってお出しください。で、あの月1回のプレゼントもありますので、こっちの方も、まあ、月単位での集計になりますので、こちらもそんなに締め切りも厳密に決めてはいませんので、あのハガキ出せる範囲でご参加お願いしたいと思います。まあ、応募のご案内画面でも出ていますけれども、その日の放送日とキーワードをセットにしてお願いします。あとは必要事項は、まあ、住所などなんですけども、お名前のほか、まあ、バンクネーム、まあ、ペンネームなど書いてもらえればまたお伝えもしたいですし、メッセージも書いていただければいろいろと皆さんのご質問にもお答えしたいと、まあ、今日はあの藤巻さんへの質問もちょっと前半の時間お答えする時間ちょっとありましたけども、そんな感じでも OK です。でプレゼントはもういつも言ってます、私の自腹ですので、そんなに豪華なものは買えませんので、まあ、気持ち程度で北海道のいいものを私も探すのが楽しみなんですけれども、あのプレゼントちょっとしたプレゼントという気持ちで皆様どうかご参加ください。豪華商品は多分競輪場からとか他の投票サイトのキャンペーンの方が豪華商品ありますので、こっちの方を回ってもらって、私の方は、まあ、北海道にこんなものがあるという感じで見てもらえればというふうに思います。ではあの今日のプレゼントと今月のプレゼントを続けてご紹介して、キーワードも発表したいと思います。まず今日はこちら日替わりのプレゼントは根室さんま丼という、まあ、お家で簡単に美味しいという商品買ってきました。2食分入っています。さんまのかば焼きなんですけれども、こちら、まあ、根室はさんまがもう名産特産で美味しいものがあるんですが、こちらお家で簡単に温めて、あのちゃんとあのタレも入ってますし山椒も入ってますんで、お家でちょっとまあ豪華なかば焼き丼にしてもらえるという根室さんま丼、こちらを差し上げます。まあ、ぜひあの根室の美味しいさんまをお家で味わってみてください。こちらは今日のプレゼントでご用意しております。そして月替わりのプレゼントはお酒なんですけども、今月は日本酒です。こちら七飯町の酒蔵函館醸造さんのお酒五宝です。これもまた美味しいお酒です。これ毎回プレゼント、今日なんかもこれサンマ丼とセットでこの日本酒五宝も最高だと思うんですけども、ちょっとこれ別々に、あの月替わりのプレゼントはこっちの方五宝でして、これは今日のプレゼントなんですが、まあ、共に美味しいということでご紹介をしていますが、日本酒の方はこちら今月4月五宝という七飯町の美味しい日本酒、この後もまた次回さえもご紹介はしますが、今月いっぱいこちらのプレゼントも受付しております。ではキーワードを発表いたします。まずは今日の美味しいサンマ丼のプレゼントはそのままですが、サンマ丼と書いてください。4月の21日日替わりのプレゼントですけれども、サンマ丼根室の美味しい商品をプレゼントいたします。
でお酒はこっちです。これはもう今月共通で、まあ、前回から続けてご案内してますけども、4月5号そのお酒のプレゼント、そのお酒のお名前、その5号という名前なんですけれども、日本酒、これがキーワードとなります。で競輪場までハガキになりますが、お手数ですがハガキ出していただきたいと思います。余裕を持ってお待ちしてますけれども、まあ、今月いっぱい届けばちゃんと抽選をしますので、今月まだ前回の開幕戦の分も間に合うかもしれませんが、ハガキ出していただければしっかりと目を通しまして、ちゃんと抽選もしてプレゼントをお送りいたします。さあでは残り時間はこちら、今夜の締め、まあ、今回の開催の締めになるんですけども、ハガキをいくつかご紹介しましてお別れしたいと思います。まあ、これプレゼントの応募の際のハガキにちょっと書いてもらえれば、お名前とかメッセージをご紹介する時間ですので、そのプレゼントの応募の際のハガキにちょっと伝言板代わりに何か書いてもらえればというところで、この今夜の締めの時間でご案内しております。まあ、いろんなおハガキを、まあ、本当に私も楽しみにお待ちしているんですけれども、ではラストそのハガキをポストの中に入ってますけれども、ご紹介しましょう。まあ、今日の前半少しご紹介して途中になってしまったんですけども、藤巻さんへのご質問というのは、愛知県豊川市のじゅんじゅんさん、ロードバイクに乗っていて、その藤巻さんの現役当時 その何本フレームを作ったのでしょうかとか、メーカーどこでしたかっていうご質問にはちょっと答えられたかと思うんですけれども、さああと私と藤巻さん宛に、まあ、応援メッセージも届いてましたけれども、神奈川県鎌倉の方はバンクネームチャリマルさんですが、昨年の秋頃から競輪選手のかっこよさ、レースの面白さを知り、今では家族全員で楽しんでいますというメッセージです。でその中で函館競輪のこの中継の雰囲気は見ていて とても癒されます。これからも藤巻さん、そして私池田さんのトークを楽しみにしていますと、ありがとうございます。まあ、今後とも余裕があったらこの画面越しにまたね、ご覧になってください。鎌倉からチャリマルさんのメッセージもご紹介しました。そして続いては北海道勢頑張れというメッセージではあったんですけども、札幌白石区、まあ、常連さんののきんさんなんですけども、前回の A 級決勝では荒沢選手が繰り上がりとはいえ3着頑張ったと思いますと、でなんとか今年は北海道所属選手による優勝を見たいものですというメッセージだったんですが、今回も惜しくも地元の優勝ならず、森田浩二選手は2着に終わりましたが、ただまあ今後とも地元の選手の活躍は皆さん応援してください。まあ、野々金さん札幌ですので、もちろん北海道勢応援でしょうけども、その辺また応援のメッセージも含めてこのハガキ出してください。お待ちしています。さあでは残り時間は一枚一枚ちょっとハガキお名前やメッセージもあればということなんですけども、ご紹介していきます。こちら福岡の方、博多区の方は HN です。これハンドルネームでいいんでしょうかね、 HN ハンドルネームスインジーさんからも頂戴しています。53歳の方です。静岡の方、静岡市葵区はバンクネームクワガタ親父さんからも頂戴しました。今年こそ実際に見に行きたいと思っていますと。いやぜひ静岡から旅打ちでおいでください。ナイターや記念競輪は競輪場にも入れますし、目の前でレース見れますので、どうぞご来場ください。お待ちしています。こちらは静岡の伊豆の方、伊豆市の方ですね。バンクネームたぬきさん、たぬきさんは、毎年お手製のアイテムで番組を、進行されていますが、とイラストは誰が描いているんですかということなんですが、基本この実況席に関して全部私がやってまして、拙いイラストですけども、この辺のものは私が自分で作っております。まあ、映像の方はまた違ったメンバー頑張ってますんで、この部屋に関しては私がいろいろ小道具なんかは作っておりますんで、一応これポストも私自分で作ったんです。ポストらしきものなんですけども、こういったものも一応この部屋の分は私が作ってますんで、またチェックしてもらえれば、お恥ずかしい出来ですけども、なんとか見栄えのいいようにちょっといろんなものを作りながら、はい、お送りしています。さあ続いてこちら、カラフルにいろいろと書いていただきました三重県志摩市の方です。バンクネーム島美雲さんです。ありがとうございます。本当にカラフルないっぱいいろんな色を使ってくれましたけども、メッセージもありがとうございます。で熊のイラストも描いてもらいましたけども、また今後ともこのコーナー応募いただきたいと思います。さあこちらは静岡県の神奈美町の方は温泉競輪ジージーさんです。ありがとうございます。高知市の方はバンクネーム先行厩舎さんです。
先行1社は聞きますけど、先行9社というと全員が先行ですけども、どんなレースなのか。バンクネームが先行9社さん、コーチの方です。こちらは大阪淀川区赤いペンギンさん、こちら大阪東住吉区の方は白川姉さんです。こちら神奈川県大和市の方は財布の中は小銭さんです。北海道限定品紹介のコーナーいいですねと言っていただきましたけれども、また今後とも何かしら探してきますので、今回の開催は、初日が志幌町のシーベリーソーダをご紹介して、昨日がベル食品のジンギスカのタレをご紹介しました。で、今日はプレゼントにもなっていましたが、根室のサンマ丼など同等のちょっと美味しいご当地丼をご紹介しましたが、いろんな北海道限定品ありますので、またあればレースの合間にご紹介したいと考えています。さあ、こちら東大阪の方は知床太郎さん、一応点打ってますんで、 なければ知床太郎さんなんでしょうけども、知床太郎さんでいいですかね。もし違ったらまたメッセージください。こちら大阪堺市の方はバンクネームリンリンおひとまくりさんです。他の常連さんのように毎回は応募できませんけどもって書いてらっしゃいますけども、それはもう本当に余裕ある時で結構ですので、気が向いたらハガキを送ってください。で、この方目標はもちろんプラス収支と、車検の方は頑張ってもらって、毎回買っていただいて、どんどん的中を、ね、なるように願っております。堺市のリニーをひとまくりさんからでした。さあ、あとは残り時間、もうメッセージはちょっと難しいでしょうか。 お名前だけ、常連さん、シールも貼ってくれましたが、北九州のりさんです。こちらもシール貼っていただきました。喜怒哀楽シールを貼ってくれましたけれども、川崎市のママチャリコさん、京都府常陽市の方は高成さん、愛知県一宮市の方はマグカップさん、富山のサクサクサクちゃんさん、川崎市はシマッチさん、山梨県の富士河口湖町はとにかく競輪親父さん、福岡能形市の方は大鉢さん、最後の方は常連さんご紹介しましたけども、まあ、今後ともまた来週の開催もしっかりとこのコーナーをお送りしますので、ぜひプレゼントのついででも結構ですので、いろんなメッセージもお待ちしています。さあ、そろそろお別れです。今回はミッドナイト、チャレンジは茨城の121期の大阪城選手、そして A 級決勝は福島の金沢浩二選手の優勝をお伝えしましてお別れです。今度は来週はナイター F1 戦です。また来週の開催は木金土の3日間ですので、また週明け今度はナイター競輪でお会いしましょう。では失礼します。その大阪を抑えていく一番の照井、今打賞、8レースのチャレンジ決勝戦、ライン3番の攻防ですけれども、3番の中山博と後ろを気にしています。前々から先行勝負になっていくでしょうか。3番手以下並走で内側に抑え込んで、4番の大阪城を抑えて1番の照井力斗が強引に位置取り合っていますが、今大阪もここはこらえて1番の照井をどかしてまくろうとしていますけれども、まだ並走が続くのか。最終3コーナー、4番大阪城がまくって1番照井は後退していますが、さあ追ってくる2番は松田雄一、先頭粘る3番中山博と直線コース、そこを捉えて4番の大阪城、大阪が優勝でゴール、あとは2番の松田雄一。ベテラン6番の清水博之が最後方、今打賞、 A 級の決勝戦ライン2分線で前からもう突っ張って1番の後藤優が逃げていくようです。3番の小池千秋、後方の5番手、そこを睨まれて出ていけないでしょうか。残り1周切ります。さあ、番手絶好の展開です。7番の森田浩二、1番後藤優逃げて7番森田番手です。そして4番の金沢追走ですが、後ろから3番の小池千秋まくってくる。さあ、それを見て番手からは7番の森田浩二がじっくりと今ラストスパート、最終3コーナーから4コーナーへ、さあ前に踏んでいく、先頭に変わる7番の森田浩二、追って4番の金沢浩二ですが、さあ7番の森田浩二地元優勝、いや並んで4番の金沢浩二、金沢か7番の森田浩二並んでゴール。